はい、それではお時間になりましたので始めさせていただきます、えー、主要項の論文模試が触れる論点洗い出し講座に、えー、ご参加いただきまして誠にありがとうございます、はいえー、それでは1科目目監査論ですね草加先生よろしくお願いしますはい、えー、よろしくお願いいたしますはい、えー よろしいですか。はい。監査論担当、草加です。よろしくお願いいたします。えー、早速、監査論について、えー、とまずね、画面を共有させていただきます。はい、では、えー、と監査論、まず。 えこのレジュメに沿ってお伝えしたいと思います。主要校の論文模試が触れる論点、洗い出し講座ということで、主要校の模試をですね、分析して、どこから出ているかということで、まとめたものになります。カン論に関して、今年はですね、去年みたいにカムが圧倒的にこう、皆さん予想しているというわけではなくてですね、いろいろ論点がばらけているので、今回は、あの、 論点をここに集中した方がいいっていうことがなかなか言いづらい、えー、そういったような傾向があ,あります、えー。では早速一番上からいきますが、えー、財務諸表監査総論のところですね。財務諸表監査総論の財務諸表監査ここに関しては、えー、主要項の模試でまあ一度出ている、そしてまあレックとしても当連で出しているということで、えー、で重点的にチェックすべきとして丸にしております。これの理由はあのー、財務諸表監査総論はいつ出ても。 おかしくないですしえ、ここの部分についての、えー、理解というのは、まあ、最低限ですね、書けなければ、まあ、合格ラインに達するというのは難しいという基本論点ですので、まあ、ここに関しては、えー、やはり重点的にチェックすべき箇所ということで、丸にしておりますでその後ですね、まあ、監査基準自体を問う問題は、えー、特に、えー、模試では出ていないで、えー、その後監査の目的について、 と問題がここもですね、えー、まあ目的については、えー、超基本論点ですので、まあ、特にね重点的にチェックすると言わずと,言わずとも、ここについては押さえて,ていただきたいということで、特に丸にはしていません。 で主体論も、ですねこれはもうあの2年前に出ているということもあって、特に、えー、主要校でもそれほどねメインで扱っていることはないんですが、やはりこの精神的独立性、外観的独立性のところと、あとはですね守秘義務のところ、まあ、このあたりはあ、まあ、基本中の基本ということでね、ねもしでも出ていますし、えーまあ、あの特に、えー 精神的独立性、外観的独立性に関しては、えー、もう直近で出ているので、さすがにここはあの、まあ、レックとしてはあ、そこまで出題可能性は高くないということもありまして、守秘義務の方にですね、丸をつけています。あと、えー、個人的には正当な注意、えー、職業的介護心、ここのところはね、最近出ていないので、えーまあ、あの模試では出ていないんですけれども、えー、ここはあちょっと見といた方がいいということで、えー、丸にしています。 そしてですね次、監査人の責任のところ、まあ、この辺は主要項の模試でも特に出ていなくて、ですねで公認会計士と監査法人のところ、この辺りも模試では出てない、倫理規則も出てないんですね。でここのの倫理規則の辺りは、えー、今会会計士協会で 基準の改定をしている最中というかあ、改正は決まったんですけれども、まだ内容は公表されてないといったように、ちょっとね、変動している部分なので、まあ、そういった意味でも出しにくいかなということで、主要項でもえ出ていないということだと思います。なので、まあ、この主体,主体論については、まあ、あの守秘義務とかですね、あとは正当な注意、このあたりを見ておけばいいかなということでえ、分析しています。2ページ目に行きます。 2ページ目は企業内容開示制度。ここはそもそも金融庁の公認会計士監査審査会が論文では重点的に出さないと。 言ってるところですので、まあ、もしでも出ていないし、レックの当連等でも、ここに関して特にえ中心的に出題していることはないですので、まあ、ここはいいと思います。見なくていいと思います。え次に、えー、実施論ですね、えー。実施論は、もうこれはあの絶対に出ますよね。実施論から絶対に一問、えー、まあ、大問として出るか、えー、中ぐらいの問題として出るかってことはありますけれども、から、実施論が絡まないってことはありえないと。で えまあ最初にですねこの主要項の模試として、まあ、実施基準が設けられている理由、これは過去に報告基準が設けられている理由っていうのを本試験で問われているから、えー、今度は実施基準がなぜ設けられているのかということで出ていると思いますので、まあ、ここは、ね、ちょっと一応、あの重点的に見ておくところからは外しましたが、まあ、ここの、ねえー、実施基準の設けられている理由は、ちょっと見ておかれるといいかなと思います。 でその後のこの圧倒的にいろんなあ模試で出ているのが、監査意見と監査証拠、監査手続き、まあ、具体的にどんな監査手続きをやるべきかということですね。えー、これは、まあ、もあの主要校の模試でもかなりの問題数出ていますし、デックの当連模試でもかなり出しています。で、あのちょっと気になったのがですね、主要校の模試では、借入れ金に関する手続きを多く。 出さ,出されてるんですね。ですから、まあ、借入れ金の監査予定、網羅性とかですね、そういった、あの、借入れに関するところの監査手続きは、厚く見ておく方がいいかなと思います。個人的には、立ち合いなども出ていないのでですね、レックの当連模試で出してますけども、立ち合い、えー、実際立ち合い、そのあたりはあ、見ておかれるのがいいかなと思います。えー、ここはまあ、事例問題等でですね、必ず、えー、1問から2問、 あるいはもう少し、ね、出る可能性ありますので、しっかりと復習しておくようにしてください。で、次、リスクアプローチですけれども、まあ、リスクアプローチはね、これ、思ったほど主要項の模試で出てない星1つなので、まああのまあ、1回、主要項の模試の中で各、各主要項の中で1度しか出てないということなんですが、 あのリスクアプローチは監査基準改定によって、え新たに固有、ね、リスクと統制リスクを分けて評価するなんていう論点があるので、個人的には結構危ないんじゃないかなと思ってるんですね。なので、えそういう意味でリスクアプローチ、トピックだということで、ここはあの星は1つですけれども、えー、重要性があるということで、えー、重点的に見ておいていただきたいところに、丸をしています。 そしてですね、監査計画は、まあ、あのこれはレックで出してますけれども、まあ、なかなか本試験で出しにくいっていうところもあると思うので、えー、特に模試でも出ていませんし、まあ、丸もちょっとここはね、伏ていないんで、えーまあ、やるんであれば、このレックの当れ模試で、えー、1回復習していただければ十分かなと思います。次に監査上の重要性ですね。えー、と監査上の重要性はね、これ、思いのほか、 あのまあ、思いの、まあ、星一つなんですけれども、えーと、よく出てるんですね、過去に、何度も出てる。 繰り返し出ているので、えー、だから今回どうなのかって話ありますが、まあ、星は1つということで、主要項の模試の中で1回だけ出ているということからすると、まああのー、それほど,、ね、皆,さんどこがも皆さんがここに重きを置いているわけではないということはあるんですが、ただ、まあ、繰り返し2年に1回とか3年に1回、ちょこっと重要性に絡む,絡む問題が出ているという意味で、丸にしています。 そして重要な虚偽表示リスクの識別と評価ですね。これはまさにここも改定論点で、固、え、有、ー、リスク、統制リスクを分けて評価することから派生して、まあ、特権リスクの、ね、ところにもつながってきますけれども、このリスク評価、やはり主要項の模試でも、えー、2, 2回出ていると、延べ2回出ているので、まあ、ここはです、ね、あの改定論点、トピックということもあって、二重丸にしています。 もちろん、レックの当連文字でもたくさん出していますので、それを使って、ね、復習していただければあのいいと思います。で、次、評価したリスクに対応する監査人の手続きということで、まあ、主にリスク対応手続きですが、まあ、ここはですね、あの、 分析的手続きとか、分析的実証手続きのことが主要項の模試では出ていて、えー、レックとしてはね、まあ、そこも含めて、えー、それ以外の全般的な対応とかですね、実えー、期末日での実証手続きなどを扱っていますので、まあ、ここもですね、えー、この上の 監査手続きの部分、監査意見と監査証拠、監査手続きの部分と合わせて出される可能性は十分にありますので、このリスクに対応する監査人の手続きについても20丸ということで、ここもしっかり見ておいていただきたいと思います。 では3ページ目ですねで3ページ目のこの特権リスク、ここはです、ね、3回延べ主要項の模試で出ているという意味で3つ星し,していますけれども、ここは私個人としてもですね、えー、特権リスクの定義が明確化されたということもあって、えー、ここは何らかの形で出される可能性がある可能性高いかなと思います。一方で、このリスク評価というのは、 あの試験範囲ではあるんですけれども、実務上はですね、令和5年の3月期から適用なんですね。なので、実務上、まだこの皆さんの試験の時には、えー、期末監査が行われていない、まあ、来年の3月で期末監査という会社から適用になりますので、この8月には、 まだ実務上適用されてないということを考えると、あの今までの傾向を見ると、カムに関しましても、実務上適用されたときに出ているんですね,ね。なので、そういった意味ではちょっと賛否両論あると思います。ただ、最低限ね、固有リスク、統制リスクの分離評価、そして特権リスクの新しい定義といったところは押さえておく必要があると思いますし、各予備校でもね、3回も述べて出てますので、まあ、ここは押さえておいた方がいいと思います。 で次の会計上の見積もりですね。でこれはですね、えーと、出てないんですよね、意外と主要項の模試でね。ただ、会計上の見積もりについて、えー、論文書いてる先生もいらっしゃいますので、あのここはですね、何らかの形であの出されても文句言えないということもあって、まあ、あのレックのね、この見解として重,要重点的にチェックすべき箇所には丸を付しております。そして、 他の監査人等の利用、逆にこれがですね、延べ2回出ているんですが、あのここはなんで出てるかというと、個人的にはですね、内部監査人の作業の利用、ここが一番大事なんだろうと。 いいう,うに考えていますでなぜならば、えー、内部監査についての専門家の先生が結構いるんですよ。なので、あのグループ監査とかね、そっちの方の他の監査人の利用ではなくて、えー、内部監査の部分、ここは注意しておいた方がいいんですね。 なので、えっ、ー、と、内部監査人の作業の利用の換気法については、しっかりと読んでおく必要がありますし、エレックでもね、内部監査人の作業の利用による効果とかね、えー、当連で出していますので、えー、この部分はしっかりとね、復習をしておいていただきたいと思います。なので、これ、まあ、三角というのは、あの、 えー、他の監査人等の利用の全体が重要なわけじゃなくて、えー、内部監査人の部分が特に大事だということで、まあ、ちょっと限定したかったんで、これは三角というふうにしています。はいまあ、経営者確認書、次、ここは特にトピックの論点もないのでね、えーまあ、もしでも出てなくて、えーまあ、レックの当連ではもちろん1回ぐらい出してますけれども、まあ、ここはね、まあ、丸は付していません。 重点チェックには丸していませんで次に、報告論なんですが、報告論はですね、実は試験委員の先生方の顔ぶれを見ると、ほとんどが報告論の専門家なんですよね。なので、報告論はやはりね、あのここはよく最近出てますけれども、だから今年は出ないかっていうと、そういう考えは、ね、あのしてはいけないと思っています。 でやはり主要項の模試でもね、この報告論の総論のところは、延べ2回出てますんで、ここは大事と。で、その他意見の表明のところもですね、えーまあ、あのレッグではまあもちろん答弁とかでも出していますし、特にこの主要な検討事項は去年、大門で、えー、大きく出ていますから、そういった意味で、えー、出題可能性が低いと思われているかもしれないですけれども、あの試験員の1人の先生が、 カムについて、主要な検討事項についての、えー、実態調査みたいなものをね、やられてる先生もいらっしゃいますので、えー、まだあの去年出たからといって、去年出ていない論点が出される可能性っていうのは十分にあると思いますので、主要な検討事項はこれ、模試では出てないんですが、えーまあ、これはレクのね、当練とか模試、まあ、レクの当練主に当練模試で出してますので、えー、ここもですねしっかり復習はしておいていただきたいと思います。 で次に、まあ、追記情報ですね、これもは、まあ、模試では1回、えー、各校の模試の中で1回出ているということで、えーまあ、この追記情報はね、なかなか悩ましいところではありますけれども、ただ、あの追記情報も最近、試験にはあまり出ていないということからすると、まあ、ここも、 三角程度で、えー、見ておいていただく方がリスクヘッジにはなるかなというところですね。はい。で、次、4ページ目、その他の記載内容、ここですね。でこれは、延べ2回なんですけれども、塩湖の虫では2回ですが、えー、このその他の記載内容は、えー、改定論点ですよね。しかも令、えーと、令和4年3月期。 まさに今回のこの決算で初めて適用された部分で実務上もその他の記載内容を監査報告書に記載しています。で過去の本試験の傾向から考えるとカムにしても実務上適用されたそのすぐ後の本試験で出ているということから考えるとその他の記載内容については出る可能性は高いんじゃないかなと思っています。 があの、その他の記載内容は、そんなに内容が複雑なものでもなくて、噛むほどあの奥深いものでもないんですね。ですから、まあ、これなんかはそんなに時間かけずに復習できると思うので、えー、ここについてもねしっかり押さえておいていただきたいということで、二重丸にしています、えー。可燃度の比較情報は、これはね、ちょっと全然どこも皆さんあの予想してないですし、なかなかこの今の状況でここ出す可能性は、 個人的にはそんな高くないかなと思っていますので、えここはまあ全部空欄になってますね。であと横断的論点、まあ、ここの不正のところは、もう毎年不正はいつ出てもおかしくないということで、え予想にはね、どうしても入れざるを得ないということがありますえ。会計不正っていうのは耐えないですし、ここの部分っていうのはね、常にあの問題も。 えー、事例問題などで作りやすいっていうこともあるので、まあ、不正はですね、しっかりと、あのー、見ておいていただきたいですね。えー、不正は20丸と。あと、その下の継続企業の前提、これも、あのー、まあ、主要項の模試では なんですがただあの、コロナ禍によってですね、業績悪化している会社で、えー、継続企業の前提にね、えー、重要な企業を生じさせる事象、または状況があ認識されているような会社、あとは重要な不確実性がある会社っていうのは、あ以前よりは多くなっていますので、ここは事例、あのこの現在の、ね、状況を考えると、まあ、この継続企業の前提っていうのは出されてもおかしくないかなと。しかも、ここってその他の記載内容と関連づけて、 問題作れるんですでこれはね、あのレックの当連で、その他の記載内容と関連づけたあのいい問題がありますんでね、ここはぜひレックの当連で復習をしていただきたいというふうに思います。 えー、関連当事者はね、これはあの事例問題で毎年のように関連当事者絡みの問題が出ているんです。ただ、関連当事者だって認定できれば、その他細かい論点は出ていませんので、まあ、関連当事者の認定ができるかどうかという意味で、えー、もうその一点ですね、三角にしてますが、えー、これはもう過去毎年のように事例問題が出れば出てますので、この点は注意してください。 そして品質管理はですね、これ、品質管理基準が、新しい基準が出ているにもかかわらず、まあ、実務上もまだ適用は先ですし、えー、CPAOB の発表でも、新しい品質管理基準は試験範囲外だというふうに明確にアナウンスされてますので、そこはね、やっぱり出る可能性は低いと思うんですね。現行の品質管理基準をあえて出すことも、なかなか可能性は。 高くないし新しい品質管理基準は出ないと言ってますただ試験員の先生の中で監査法人のローテーションをした方がいいんじゃないか いう論文を書いている先生はいるんですね。ですから、えー、監査法人のローテーションのところに限ってですね、ちょっと見といていただきたいということで三角、えー、レックの当連では出していますので、ここはね見といていただきたいと思います。えー、監査長所とかこの辺は担当論点ですし、契約引き継ぎコミュニケーションまあコミュニケーションはね何らかの形で、えー、関連してくることはあるので、まあ換気を260、265などを見ていただければいいというぐらいですね。特別目的もまあちょっと論 では考えに行くと四半期レビューは意外とね、これも、もあの模試で出てるんですが、四半期レビュー、これからなくなろうとしてますからね、えー、それをどう捉えるかなんですが、ただ、確かにこの模試で出てるように、四半期レビューの目的と年度監査の目的の共通点、相違点、まあ、このあたりぐらいをね、押さえておけばいいかなということですね。 はい、であと、もう中間監査は出ません、これ、もうまず間違いなく出ないでしょうし、えー、出ないでしょうと思います。で、最後にですね内部統制監査ですね、で内部統制監査は、えー、これ、予想会の時にも言いましたけれども、担当で1問も出てないんですよ。普段2問ぐらい出るような分野なのに、1問も出てない、まあ、これはどう取るかなんですが。 まあ怪ししいいと取るしかないですよね内部統制って別に重要性が落ちたわけではないので、怪しいということから、まあ、もうここ本当は全部丸つけてもいいんですけれども、特にね、えー、この内部統制の評価、報告のところなんかは、主要項の模試でもやはり皆さん出してますので、こ、えー、この内部統制の評価、及び報告、5ページ目の一番下とかですね、あと内部統制報告制度の概要、5ページ目の下から3段目の、ね、内部統制報告制度の概要ですね、まあ、この辺り見ておく必要があると。でえー、ごめんなさい この6ページの一番上、ここだけですね、すみません、財務報告にかかる内部統制の監査のところ、これ、主要項で2個星がついてます。ここは私、個人的にも丸だと思ってますので、ここのですね申し訳ない、えーと、6ページ目の一番上の右上、えー、この財務報告にかかる内部統制の監査のところは、ここは丸だと思ってください。ちょっと空欄になっちゃって申し訳ないんですが、財務報告にかかる内部統制の監査は丸。 ねえー、というふうにして、しっかりとやっておいていただきたいと思います。はいえー、保証業務はこれね、CPAOB で重点的に出さないと言ってますので、各校でも出してないし、当連でも出ていないということで、まあ、10所の保証業務はね、特にあの重点項目ではないと、えー、ご理解ください。はい、えー、ということで、すみません、時間になりましたので、えー、監査論については以上になります。えー共有停止です はいあれ、えー、共有停止できてますでしょうかああはい、えー、以上になりますどうもお疲れ様でしたありがとうございましたはいありがとうございます。はい ですね、お待ちください、はい、遅刻した、ね、方用にですね、今チャットで全く同じものをですね、えー、レジュメの URL 貼りましたので、そこから、えー、ダウンロードの方お願いします。はい、それではですね、えー、次の科目、租税法ですね。えー、飯田先生、よろしくお願いします。はい、よろしいでしょうか。 聞こえてますか。はい、聞こえてますか。大丈夫ですか。はい。あ、草加先生お疲れ様でございました。 はい。えっ、ー、とですね。主要校の論文模試が触れる論点洗い出し講座、租、え、税、ー、法を担当いたします。レック専人講師、飯田でございます。よろしくお願いいたします。はい。えー、これから20分間ほどですかね。あのー、洗い出し講座ということでお話を進めてまいりますが、皆さんにお手元のね、えー、レジュメですね。で、同じものをですね、ちょっとパワーポイントに貼り付けたようなもので、ちょっとですね、えーと、スライド資料を作ったので、えっ、ー、と、ちょっとそれをですね、 ですね。あと、元にですね、お話を進めたいと思っております。はい。で、今、共有をさせていただきましたが、えー、っと、どうでしょう。皆さん、見、ご覧になる、見えてますでしょうかね。 大丈夫そうですかね。はい。では進めていきたいと思います。はい。えー、でですね、今回、あのー、主要項がね、触れた論点というのを、まあ、一応リストとしてリストアップしましてですね、えー、その中で、えー、レックがちょっと とあのー、磨学しだった、あるいはですね、論点ちょっとね、あの、触れてはいるんだけども、詳しくはやっていなかったという話、12項目ですね、えー、これを取り上げて少し説明をしたいかなと思っております。はい。で、その前にですね、皆さんのレジュメにはないんですけれども、えー、公開模試のですね、暫定情報が入ってきておりますので、えー、共有したいと思います。はい、ご案内したいと思います。はい。まずですね、公開模試租税法ですが、えー では全体で平均で33点ということです、現状では。はいえー、理論が13.3、計算が19.9ということ。えー、最高点は今のところ74点の方がですね、えー、ちょっとかなりぶっちぎっている方がいらっしゃるという状況です。ただですね。 はい。えっ、ー、と、皆さんも本当に団子状態のような形ですかね。はい。えっ、ー、と、平均で33点ですが、やっぱり30点台で30%、20点台で25%、40点台で25%ですか。ここでもう80%いらっしゃるというところ。で、これは実は本試験の状況を伺ってもそういう感じなんですよね。ですから皆さん、ね、これから1点でも 諦めないで取れるよう頑張っていただきたいということです。えー、例えば、平均、あの、理論でですね、あと1点。まあ、全部取れなくても3点取りたい。あとはね、えー、法人所得消費で1点ずつ積み上げれば3点です。6点取って、プラスアルファができれば、この団子状態の中で見える世界が少し変わってきますので、ぜひ、皆さんあ、あの、諦めないで。 1>, ですね、1点でも積み重ねるまさに1点積み重ねられるように頑張っていただきたいと思います。 よろしいですかはい。ではですね、内容ですね、入っていきたいと思います。はい。えー、まず理論からいきますが、えっと、に、えー、っとですね、さっき、うんー、先だったイベントで、あまあ、あの、出題予想、予想会ですね。えー、こちらの方で理論の方は、A ランク、B ランク、C ランクというランクを付けさせていただいておりますが、A ランクが困った時に戻る条文、通則規定。で、B ランクがしっかり問われているので、しっかり書きましょうという条文、重要条文ということで、まあ、A、B はしっかり、 重点的にやりましょうねという意味合いでリストにつけてます。はい。 C は制度の立て付けをまず説明できればいいですよぐらいの位置づけで押さえていただきたいというものです。で、リストの中でですね、あの黒い星印があったときは、記述問題で出してますよ。えー、っと、白い星印は、正誤問題で出していますよという区別をしております。で、中で、まあ、注意というか、い物は洗い出し論点として、最後に解説をさせていただきたいと思っております。はい。で、レジュメの 1P。 ページなんですが、まあ、A ランクのところというのは22条22条の2というところですね。はい。まあ、こちらはですね、やっぱりあのよく出てきてますねというところになります。ただですね、あのー、 予想会で解説したですね、無償による譲渡ですね。あるいはですね、原価というところが案外ちょっと薄くてですね、まあ、あの、費用の額、まあ、のところが、損金のと,のところですかね。こちらが出てきていることが多かったということですが、まあ、ここら辺はですね、まあ、22条、22条の2というくくりの中で、まあ、重要だなと思っていただければ結構です。あとは、範囲を網羅的に出している印象かな。で、ここの論点では、まあ、信託のところ、あるいは、はい、収益の額のうち金銭、 する日はい。あとでちょっと解説をしていきます。はい。あと、損金の別段の定め、レジュメ1の下の方ですね。はい。こちらは役員給与。やはり、生語問題というよりは、記述で聞いてきてる。やはり、えー、しっかり答えてくだ、えー、さいということを、ね、どこの専門学校も求め,、ね、求めているような論点ですね。 はい。レジュメ2ページのメ行いきます。はい。この中ではですね、まあ、グループ税制、グループ個人税制がね、まあ、比較的重要かなというところですが、範囲の漏らせを考えてですね、まあ、どれもま遍なくどこも出してらっしゃるかなというところにはなるでしょう。はい。で、ここでですね、解説したいのはね、欠損金の引き継ぎ。ちょっとこれお話をさせてください。はい。あとは短期売買商品と、これもちょっとだけ、一言だけお話しさせてください。はい。あとは、上渡損益調整資産のお話で、ね、これも一言 とだけで、ちょっと分かればですね、対応できる話ですので、ちょっと、はいえー、コメントさせてもらいます。はい。あとはね、レジュメの2ページのところね、はい。えー、電子情報処理組織による申告の特例って何言ってるんだと思いますが、えっ、ー、とね、主要校の中の方で1校だけですね、あの、大法人が紙での確定申告だ、じゃなくて、電子申告が義務化された論点というのに、まあ、去年から一昨年かな、ちょっと 新しい特例ができたんですけども、まあちょっとそれにまあずっと注目しているという、ね、学校さんがありますので、えー、まあこれ知ってれば解ける話なので、ちょっとそれは一つコメントだけさせてもらうという形にしていきましょう。はい。ではですね、じゃあ洗い出し論点として、えちょっとレックで ちょっとあの簡単な説明だったところをですね、解説していきます。まず、レズメの10ページのところ、信託のお話ですね。信託税制、これ、立て付けレベルを説明できればいいかなと思います、試験まず、信託の当事者っていう人が分かっていること。あとは、誰が納税義務者 ね、課税対象になるかってこの2点を押さえていきましょう。はい。新宅についてはですね、まあ、委託者、受託者、受益者という方がいらっしゃいます。はい。財産をある人からある人に、あ他の人に委託をするわけなんですが、まあ、委ねる人を委託者、受ける人を受託者ということです。で、ここではですね、あの、実際に法律的に、 ですね。所有権を移転します。で、その移転した財産を運用して、えー、利益を受けることができる権利、信託、受益権っていうんですけどね。それを持っている方が受益者という位置づけに、信託契約では。 ね、えー、いつつけられません、ね。この三者が出てくると。で、その中で一番下のところ、えー、税務では受益者が課税される信託が原則だということなんですね。法律的には受託者が法律的に所有権を持っている資産であっても、まあ、果実が受益者が えているということなので、税務では、信託財産を受益者が所有者として課税関係整理しています。それが丸一番のところになりますかね。受益者課税、あ、受益者と課税信託という形になります。ただ、対照的なのが、過去問で出たですね、法人課税信託。はい、五、えー、5つあるんですけども、典型的な、ちょっとわかりやすいものって言った方がいいかな。受益者が存在しない信託って今、あの、蘇生できるんですね。えー、例えば、委託者のまだ生まれていないお孫、 産を受益者とするっていう契約ができちゃったりするんですけど、受益者いないの課税できないですよね。ですので、受託者が納税義務者になる。他にもね、受益者証券発行信託とかあります。えで、この概念、ね、はですね、ちょっとまあ納税義務者として、あのちょっとあのー、 定義がされているというところにありますね。受益者課税信託は、まあ、実質課税の原則とかね、あのー、たどっていけばですね、本法の理解で、ね、受益者課税の納税者になるんですけども、ちょっとこれは特別な特会扱いなので、えっ、ー、と、のね、受託者は納税義務者にするという定義しています。で、なぜかっていうと、実はこの受託者が個人であったとしても、法人税の納税義務者となって、法人税が課せられる。 特徴的なお話になります。だから、法人課税信託という名前がついております。これくらいのたて付けが説明できればいいかな。これ以上踏み込むのはちょっと、えっ、ー、と、ちょっとね、会計者の試験としてはちょっとヘビーでかなと思います、ね。これくらいは汚されておきましょう。 はい。ごめんなさい、えー。10ページ、11ページのところ行きます。収益の計上時期ですが、11ページの上のところにあるところですかね。その表で行った方がいいと思います。えー、資産の販売、資産の譲渡。これですね。収益計上時期の原則。目的物の引き渡しの日。これが原則になりますが。はい。例外として、その引き渡しの日に近接する日。例えば、検診日。まあ、あの、電気とかね。ガスとかそういうやつですね。えー、仕切り生産者到達日。あとは、契約、効力日、発生日。これに ついても引き渡しのに近接する日としてですね、収益形状が許容されております。ただし、条文が2つありまして、それが上のところ。22条の第2項と22条の第3項があります。22条の第 2,、えー、2項については、これ収益として経理している近接の日を持ってということですね。うん えー、他項が出してきた、主要さんで出してきたのは申告調整してもいいですよという第3項を出してきたんですね。はい。ですから、近接の日であってもですね、2項と3項条文書き分け、よろしくお願いします。はい。で、次行きます。21ページですね。えー、非合併法人の繰り越し欠損金があった場合、どうするかという話ですね。で、ちょっとごめんなさい。皆さんのね、お手元にある資料ですね。えっ、ー、と、ちょっと内容。 で、あの、後ろと後でちょっと違った表現になってますので、ウェブアップの時にですね、あの、PDF の資料でちょっと差し替えたものをつけときますので、ちょっと画面と違ってますが、ちょっとですね、えっ、ー、と、後でですね、あの、ウェブにアップした時にですね、PDF 資料を差し替えといてください。はい。で、原則としては、あの、適格合併で合併法人と非適格、ごめんなさい、合併法人と非合併法人合併した時ですね、非合併法人 が持っている繰り越し欠損金は合併開始で引き継ぐことができるっていうのがまあ原則なんですけども、これを利用した租税回避をですね防止するために一部条件的なものがあるんですね。それがえ画面見ていただければと思うんですけども、57条第3号ですね。政権がないのが共同事業要件とえ5年長の間ですね、継続して支配関係50、50%超持ってる関係がある場合、あるいはみなし共同事業要件ですね、満たしている場合。 ただ制限がないんですけどもそうでない場合は一部引き継ぎの制限がありますということになります。えー、つまり、まあ、ちょっと丸2に着目して言えば、5年以内の間に支配関係が生じたっていうケースだと、支配関係ができた後の繰越欠損金というのは引き継ぐことができるんですけれども、それより前は引き継ぐことができない。 されております、まあ、このところですね、ちょっと、えっ、ー、と、レックでは未学し項目となってましたので、まあ、この図でちょっとこれくらいのところはまとめておいてもらいたいというところになります。はい。あと、同様にですね、えー、合併法人がもう繰り越し欠損金のね、自分持ってる使用制限っていうのが適格合,合併とかあるんですけども、まあ、上と同じような ですね。立て付けですので、ちょっと条文番号はこの次の項、57条第4項という形になりますが、まあ、その程度でちょっともうまとめておいていただければと思います。はい。あとはですね、えー、短期売買商品等なんですが、これはね、金地金。 というのが出てきたんですね。これ、金字が出て読みますからね、皆さん。で、簡単に言うと、金の延べ棒のことでございます。はい、これはですね、短期売買商品の対象となります。えー、金、銀と、えっ、ー、とですね、白金ですかね。まあ、プラチナのことでございますけれども、これ対象となります。でですね、えー、この場合はですね、まあ、あの、期末の時価評価対象になるというところ、まあ、簡単に立ち付けを押さえといてもらえればと。 ということですね。はい。ただ、これはですね、所得税の取り扱いも合わせてですね、えー、押えていただければいいかなと思います。現物のバーキンの場合ですね、上等所得になると。ただ、営利目的で継続売買の場合は、事業所得または雑所得。はい。で、これですね、金投資口座とか、金貯金貯蓄口座、この場合についてはもうほぼ金融商品ですので、厳選分離課税ということです。 はい。で、次いきます。これも簡単にちょっと押さえていきますけど、えー、グループ法人税制で、えー、譲渡損域の実現自由というのがあります。まあ、譲渡したり、消却したりですね、えーと、グループ会社から離れちゃったっき時ですが、はい。えっ、ー、と、これですね、適格合併による解散は別の項に定められてますので、2項と書かないで3項と書いてもらいたい。この程度で結構でございます。 はい。次行きましょう。はい。え、次はですね、これ、大法人の電子金申告の義務化ということでですね、平成30年前世代とか、まあ、随分前から。だけど、まあ、実際ってのはつい、前々年ぐらいかな、になりますね。えー、これは法人税法と消費税法にお、で、書かれてますので、えっ、ー、と、頑張って条文を押さえていきましょう。えっ、ー、とですね、開始の時における資本金等が1億円を超える法人。この人、この会社はもう電子申告が義務となっております。 はい。あとは次はですね、所得税いきますけども、まあ、えー、所得税ではやっぱり各所得の金額しっかり抑えておきたいところですが、はい。生後問題で割と9条非課税出してきた。 っていうところですかね。えー、ちょっと考え方、やっぱりちょっと各校さん似てるかなというところです、ここなんか出るんじゃないかなと思ってるかもしれません。はい。で、3ページ目のですね、中頃から言うと、やはり所得税、えー、各所得の金額書くと、やっぱり36条第1項、収入すべき金額というのも合わせて書くことが多いので、それで出てきたと。あとは譲渡はいつも出てくる感じですが、ここですね、えー、国外転出時課税の贈与があった場合を取り上げている学校さんがありました。 はい。これはですね、えっ、ー、と、レックでもですね、60条の2は、や、しっかりやってた、え、問題でもね、あの、もしでも出してたんですね。えー、こ居住者が国外転出した場合のお話です。えー、ですけども、居住者が非居住者に贈与した場合、あるいは非居住者に相続した場合、これについても経済的に効果は同じなので、所得税の国外転出課税が適用されるんですが、条文番号が違いますので、60条の参考を探してください。 次、はい、消費税いきます。消費税は、はい、大きく言うと、課税の対象の分野と納税義務者の分野が、これが会計指示権の大きな2つの分野だったという話を、ね、分野だという話をしたんですが、納税義務の話、あまりしてなかった、カッコさん、出てない感じになっています。ただ、はい、出した問題が案外、そうだな、えぐかったというか、これやるのか っていうね、あの合併したときの、ねえー、納税義務の判定のあしあ、合併した時の判定の話ですね。はい、あとは家庭標準、えー、税額控除の話とかも、まあ、まあ、まんべんなく出してるかなというところですね。はいえー、大法人の、ね、電子申告義務化の話も出ています。これは、ね、説明割愛をしておきますで。消費税の話だけしていくと、これ、レックで未学習項目なんですが。 合併法人が免税事業者だって時は、まあ、基準に、基準期間に送る数いるから5千0 0 0 0 0万円以下の時ですね。この時は、納税義務ないって話で終わらなくて、 非合併法人の課税売上高が1000万円超えてれば納税義務あるよと見てきます。ただ、正確に言うと、3月決算法人同士だったらいいんだけれども、そうでない場合もありますので、合併法人の基準期間に終了した非合併法人のまあ事業年度みたいなのが入ってるというところで判定する形になりますね。はい。で、この時納税義務免除されるのは合併があった日から終了の時までと。 いうことでございます。はい。で、九州合併と新設合併で条文が違うというところ。で、あとは、合併の後はですね、合併法人の基準期間における課税売上高と、それに対応する非合併法人の課税売上高。これ足した上で1000万円超えているかで判断していくという形になります。ただ、これね、計算で言うと とゲス案分が出てきたりとか、いろいろちょっと面倒くさい話が出てくるので、あまり会計士の試験では取り上げられないんですけれども、この程度の大きな立て付けはちょっと持ってった方がいいかもしれませんね。 といことですね、はい。あとは計算ですね。はい。計算はですね、はい。えっ、ー、と、参考が2回出してるので、大項目としては黒、えー、黒星にしていますね。角論が星、えー、白い星にしておりますので、白い星を足しても黒印にならないというのはご理解いただきたいと思います。はい。ただですね、どうでしょうか。まあ、レックでやっている、そんな、あのー、ね、網羅性とあまり、 減価消却かしと変わらないんじゃないかなというところです。一個だけ言いたいのはこれ、的確現物出資のところでですね、デッドエクリティスワップを取り上げてるんですね。これだけちょっと言わせてくださいね。で、デッドエクリティスワップは、まあ、貸し付けをしているのを、まあ、株に差し替えますよっていうかね、まあ、そんな話です。で、非的確からいくと、まあ、有価証券はじ、ね、あの貸しけ、貸付金、額面があるんですけども、直で、 ねえー、取取得得したものと取得価格を考えます給付した債権の時価の相当額というのは法人税執行例で決まってる。だから差額が出るので、債、え、権、ー、の消滅損が出るんですけども、これは寄付金で、ね、で税務では見るんですが、えー、と9倍、4倍、1のですね、 あの、子会社支援税制の適用対象となりうれますよという形になります。はい。ただ、これを出資するって形なんですね。ですから、まあ、えー、これ、貸付金を直で現物出資しましたよと。ただ、自己当てのね、貸付金なんで、自分の中で貸付金と借付金ができちゃうという状況。これ、民法520条で混同という形でですね、えー、これ、消すことになりますので、借入れ金、額面、貸付金、直で消して、債務免除期が経つというところ。 ただ、こうさせないためには、ね、まああですねまあ、母家で譲渡したという形にしますというのが的確ですというところ、はい、このレジュメー13ページでまとめておいてください。 はい。あと、所得税は、ここですね。所得金額調整控除、これですね。レックだと、給与所得しかないということでご案内してます。レジュメ14ページですね。はい。で、ここはですね、年金と給与、あの給あの公的年金の雑所得があった場合についてはですね、この算式に基づいてですね、えっとえ、ね、この2つですね、給与と雑で足して10万円以上あればですね、控除額があるという形になりますね。はい。 給与については、取得金額、調整控除、控除後の金額。ただ、えーと、あとは公的年金の雑所得の金額ですけども、10万円超えたら10万円と考えるという形になりますからね。まあ、こういうのもあるんだな、程度で押さえておいてください。はい。で、最後ね、消費税ですね。ちょっと時間がないとちょっと行っちゃって、1個だけ。はい。えー、居住用賃貸建物ですね。まあ、こちらになりますが、 一応、レックではですね、発生したときはやってるんですが、これですね、ウェブアップのときに、料を示しますが、テキストと同じものです。はい。平成、あのですね、当初買ったとき、あの居住用賃貸タもムをったときにですね、社宅とかが買ったときに、シ入れーゼイカ工対象外になったんですが、その後、非課税の居住用賃貸から事務所居住用課税賃貸に切り替えた。 で、第3年度の末日に至ったというときは、控除できた方2000万円を非課税、課税で足したもののうちに課税が占める割合80%は指令税化控除を取れるように加算しますよ。あるいは、 これもね、ちょっと、えー、あと、あのね、えー、アビエーアップの時に出てきますけども、売っちゃった時、はい、えっ、ー、と、当初ですね、市リ税額校長1000、これ対象外としてたんですが、はい、ずっと非課税の居住用賃料取ってたんだけど、途中で、まあ、売りましたってことになったら、建物の課税売り上げですよね。ですので、非課税と課税のうちに課税が占める割合分は調整するという形になってあると。 これが出ちゃったっていう方たちなので、まあ、埋没論点になると思うんですけども、ちょっとテキストにも書いてあるので、まあ、触手をしておいてくださいね。はい。えー、よろしいでしょうか。すいません。ちょっとだけお時間がついちゃって申し訳ございませんでした。はい。えー、皆さんね、えー、諦めず、あと1問、2問でですね、かなり租税法変わってきてますのでね、諦めないで頑張ってください。 はい。えー、租税法は以上でございます。ありがとうございました。はい。飯田先生、ありがとうございます。はい。ではですね、もう、あの、遅刻してる方とかちょっといないとは思うんですけども、一応念のためまたチャットに あのレジュメ同様のものを貼りました。で先ほど、井田先生からご案内があったようにですね、総、え、選、ー、法のちょっとレジュメの方ですね、あの正式なあの修正が終わったやつを、えー、このイベント、YouTube にアップしますので、その際にですね動画の概要欄に、えー、正しいレジュメの方ですね、えー、アップしますので、 大変お手数ですけどもちょっとそちらの方でダウンロードの方ですねお願いいたしますはいではですね森村先生マイクの方をお願いしますはいよろしいでしょうかはい聞こえてますはいはい、それでは企業を始めます担当はレクセリン講師の森村です 今年もですも、ね、主要校さんの模試を拝見させていただきましたけれども、今年はまは特に各主要校ともですね主要試験、予備試験、あるいは試験委員の論文なんかもあちゃん、ちゃんとって言ったら失礼ですけど、読まれてるなっていう感じの出題でした。なので、もうどれが出てもおかしくない、そういう問題となっておりますので、今回はその重点的にチェックすべき事項というところ、20丸。 丸そして黒三角でまあ一応のランクはつけてますけどもいずれも出題可能性は高いとでもここに及んでですねそのまあいわゆる合理的な判断で印をつけてもあんまり意味がないのでこれはもうペンデュラムの反応でつけておりますはいそれでは見ていきましょうまず A 校の第1回目の模試ということですけれどもこの報酬等という のが出題されてます取締役の報酬等ですね。で、これはご存知のように令和元年の改正点なんですね。で、令和元年の改正で、まあ、株式交付とこの取締役の報酬というところがまあ、危ないところというか、出そうなところではあるんですけれども、まあ、その中で、 やはり報酬の方が出出るるんだったら出るかなっていうことですでこの論点につきましては、シーコー、シコさんのもですね、第1回で出題されております。取締役の報酬等ですね。で、この報酬等につきましては、特にこの株式報酬の決定手続きというのが、これ、うちでは、 出してないんですけれども、これはちょっと見とかないとまずいなっていう感じはいたします。条文でいうと三百六十一条が取締役の報酬なんですけれども、それだけではなくて二百二条の二という条文で、えー、募集株式の発行の手続き規定その特則という形で規定されておりますので、この二箇条はぜひ読んでおいてお,、えー、おいてほしいと思います。 よろしいでしょうか。はい、ではえ、戻りまして、で、次がですね、あと、監査等委員会設置会社っていうのも、あのこれも平成26年の改正で、えー、その、まだ出てないところですので、 まあ何らかの形でそろそろ出てもいいかなっていう感じまあそれぐらいしか言えないぐらい、えー、出題範囲広いところなんですけども、えー、まあ何か見ておきましょうっていうぐらいは見といた方がいいですね。で次が A 校の第1回目の第2問ですけれどもこの中ではですね174条というなかなか渋いところついてきたなと思うんですけど実はこれ司法試験の平成20年の出題なんですね。 えー、平成30年だごめんなさい平成30年の、えー、問題なんですね。で、これはまあ相続人への売り渡し請求、譲渡制限株式の相続人への売り渡し請求なんですけども、一見するとよく似た条文として、えー、162条っていう条文があります。これは相続人からの事故の株式の取得の条文なんですけども、これね、出たときにあの片っぽ出されて反対の方を書いちゃうと、もうそれで。 論ずれで点飛びますのでこの二つの条文はしっかり見比べていただいて適用関係間違えないようにしていただきたいと思いますよろしいでしょうかでは次 A 校の第二回目ですね A 校の第二回目これ保証契約なんですけれども保証契約も令和元年の改正点でしてこれ取締役の報酬とセットで出る可能性は随分高いと思いますあとこれは実は えー、予備試験のですね平成30年の問題ですね。ですから取締役の報酬とこの補償契約あるいは責任限定契約ですね。これがどれか出されるっていう可能性はかなり高いというふうには思います。はい、で次423条についてはこれも去年も出題されてはいるんですけれどもただあの。 でその上でその機関で取締役っていうのは分野として一番よく出るわけですよ。その次が株主総会ですよね。ほとんどその2つの分野から出てますよね。でそうするとその取,締役取締役の分野から出た時に大体取締役がんか悪いことしますよね。でその時にその効果について述べなさいっていうんで最後のところで 最後は損害が出たら金で片付けましょうってで会社に損害が発生したらこの423条ですし、えー、その第三者に損害が及んでいる場合には429条ですねだからまあ去年出たからといって今年出ないっていうわけでは全然ないのでこれやっぱりあのちゃんと要件を押さえておいていただきたいですで何よりもですねそのこれも429条との兼ね合いで間違いないことですよね そのどっちの条文を適用するかっていうのを意外とこれ間違えちゃったりするので、えー、そこは気をつけていただきたいと思います。で次のページですね B 校の出題を、えー、見ていきます。で B 校の出題ここも429条ですよね429条。えー、でこの株主による429条というのはですね えー、あここもじゃなないいごめんなさいで,す、ね、でその取締役が悪いことして第三者に損害が発生したっていうときに最後の後始末をつけの429条ですね。429条、さまざまな論点ありますけどもその1つの大きな論点として株主によるその株主が間接損害を被ったに過ぎないときには429条で行くべきなのかそれとも代表訴訟で行くべきなのかという非常に大きな論点があります。でこれは実は実予備試験 予備試験の平成27年で出題されてますので、まあ、そういう意味でも次は429条かなと去年423条だったので今年の本命は429条かなというふうに思いますですからこれは二十丸ですよねペンペンデュラムも反応してますもんねで次が B 校の第1回目の第2問ですけども違法配当ですねでこれはまあ個人的には すごく危ないんじゃないかというふうに思ってますで、これはシーコーさんでもですね、シーコーさんでも1第1回目の、えー、っと、第1回目の第、第2問ですね、第1回目の第2問で出題されてますね。これもいろんなところでそのいろ、いろんな方向から聞かれる可能性はあると思うんですけれども、 違法配当については、まあ、株主の責任ももちろんですよね、これもワンセットでだから C ・ COL さんの取材でこれどれかっていうのは相当可能性は高いと思います。で、この違法配当に関してはですね、特にこの業務執行者の責任というのは、これが429条のもう一つの大きなテーマである2項と セットにしやすいので、まあ、そのままの形で会計試験の過去問でも出てるんですけども、これはやっぱりやっとかなきゃいけないなっていう感じはいたします。はい、で、次、B 校の第2回目ですけれども、権限の異常ですね、これは、えー、やはり他校さんでも出題されてますが、特に代表取締役の選定会食ですね。えー それとまあこの解任の訴え854条というのもセットにしやすいですね。で、この権限の異常につきましては、これは予備試験の令和3年で出てますので、もう最近ですよね。ですから、これはもうそのまま次の年、会計士に出るということは十分ありえますよね。そししててこの点につきましては、えー、あの山当て講座でも お話ししたんですけれども、その出題のされ方によって論証が異なってくるという点は、もう一度確認してください。まず、出題の形式として、ですね問題文の形式として、それが定款規定の違反を、定款規定の効力を問われているのか、あるいは総会決議の効力を聞かれているのか。これで 入り口の適用条文がまず異なってきますで、まあ、あるその、まあ、例えば権限の異常についてね代表取締役の選定会食っていうのは取締役会設置会社では取締役会の権限として規定されてますよね。それを定款規定をもって株主総会の権限とするのかそれとも定款規定は問わないでそういう総会決議をしたとその段階が問題になっているのかということで定款規定が問題になっている場合には 29条ですね、29条、まあ公壇って言ってもいいんですけども、29条公壇が問題となる。でこれに対して、総会決議の場合は、その総会決議が法令に違反するんじゃないかというので、830条が問題となると、まずこの入り口を間違えないということですね、実質的にはそ,のそういうことになります。そして次に、あ、形式的にはね、ごめんなさい、実質的に何を述べなきゃいけないかというと、それは問題文が、その、 代表取締役の選定会食権を法律では取締役会の権限となっていると、それを奪って、それを取締役会から奪って、もう取締役会にはその権限を残しておかずに株主総会に持ってくる場合と、取締役会にも置いたままで重ねて株主総会に持ってくる、与えるという、その2つの場合があります。奪って持ってて持くる場合はこれその えー、論点予想のところで条文、引用間違えたんですけども、262条じゃなくて、362条ですね。362条2項、2 2項3十二条二項三号です。362条2項3号ですね。の問題になると。重ねてっていう場合は、295条2項の問題になるとで。あとは組み合わせとしましては、その定款規定が、 奪って持ってくるんだったらその定款規定は強固法規違反で無効になるっていう、まあ、その論書が書きやすいですよねあるいは重ねて持ってくるんだったらそれは295条2項で取締役会設置会社の場合には他の機関の権限を株主総会にも持ってくることができるのでそこの話になってきますよねあと総会決議の問題ですとその奪って、えー、持ってくる場合にはその総会決議が 2条2項3号という強行法規に反するからそれは、えー、決議内容の法令違反ということで無効っていう話になってきますよね。でこれはまあもちろん830条の訴えによらなくても無効確認の訴えあ無効確認の訴えですので、えー、その訴訟外でも主張することはできますけども、まあ、830条に載せて書くことも多いでしょうね。で総会決議でその重ねて 取締役会に権限を置いたまま株主総会にも持ってくるというのは、これはあんまり出にくいとは思うんですけどね、これはまあ点線で、こんな感じで、だからどの組み合わせで出てるかっていうのは、その意識して見ておいてほしいと思います。よろしいですかね。はい、で、次、3枚目ですけれども。 3枚目、3枚目、C 項ですね。で、C コさん、C コさんは、えっ、ー、と、まず取締役の報酬これがまあさっき言ったように、令和元年の改正点ですよね。令和元年の改正点ということで、一番出る可能性は高いですよね。で、あと、違法配当については、B コさんも出されてましたので、これはやっぱり危ないところですね。で、あとは、えっ、ー、と、 これも B 子さんで出されてました429条の責任ですね。これが、えー、予備試験の、予備試験の平成27年で出題されてますねっていう、そういうことですよね。はい、いかがでしょうか。えー、ということで、まあ、今回結構こう、そのそれぞれの各校が、 似たような論点を出されてますので、まあ、割とやっぱり、そのいろいろ検討していくと、似通った論点になってくるんだなっていう感じはいたします。で、あとは、まあ、いつもお話してるんですけども、その証文、まあ、だいたい四つ出るとして、白紙を出しちゃうと、やっぱまずいわけですよ。だから、白紙を避けるためにはっていうのは、その例えば、制度説明型問題なんていうのは、論点でないところからポーンと出されますので。 それが例えば端っこの方のね、その組織再編なんかから出されると条文を探すの大変ですよね。だから逆に言うともう条文引ければそれで勝ちみたいなところあるわけですよ。じゃあどうやって条文を探すかというと、まずは目次を見るしかないですよね。だからまず目次っていうのはその、まあ、いつも言ってるように、編小、節、漢、目編小、節、漢、目って大から小に並んでるわけですから、そのまあそれぞれの大きさのところね、第一編は何、第二編は何と、第一章は何、第二章は何っていう、その。 目次を、まあ、覚えるといいましょうかね、大体の構造を頭に入れとかないと、なかなか本試験で初めて条文を探せないですからね、ですからそれはやっておかれた方が、もう今、本当に時間ないと思いますけども、もうちょっと下空き時間に、えー、条文の目次を眺めるとで、できれば何か不安な、例えば新株予約権とか、あるいは、えー、とそのあそうだ差し止め請求をお話しするの忘れてたな、差し止め請求もね、ごめんなさいね、これを一と言忘れてました。 B 項ですから2枚目、2枚目を見ていただきますと、この株式交換の差し止めっていうのが、えー、出題可能性危ないって出てますけども、これはですねあの、いろんな差し止めが危ないと思うんですよ。で、いろんな差し止めが危なくて、例えば、これ以外には株式併合なんかね、株式併合のところも、えー、結構な改正がありましたので、これ 180. 182の3ですすね182条条のの3あたたたりの条文は読んでおいていいいてだきたいと思いますでこういう例えば株式併合の182条のいくつっていう条文とかっていうのはまとめて、えー、1回読んでおかれた方が制度説明型問題として出された時にびっくりしないとあるいは新株予約権とかね、えー、その辺りのところ、えー、あるいはまあ先ほどお話ししましたように えー、取締役の報酬について募集株式が発行される場合のその条文ですよね、えー、そういうところは、えー、眺めておかれた方がよろしいかと思いますはい、えー、それではもう時間来ちゃいましたね、えー、ので、えー、企業法はここで終わりたいと思いますどうもお疲れ様でしたじゃあ二宮先生よろしくお願いしますはい。森村先生お疲れ様でしたはい では、二宮先生ですね。はい、管理会計論と経営学です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。えー、では、管理会計と経営学ですね。始めていきたいなと思います。ちょっと画面の方を共有させていただきますが。はい、まずは、まあ、とりあえず管理会計からですね、えー、進めていきたいなと思うんですけども。 まあ管理会計、まあ、順番に、ね、ちょっと各予備校が出しているものですね、あの簡単に表形式にまとめていますけれども、まずこの一番上の規模別計算ですね、まあ、予想会の時などにも、ね、申し上げていることではあるんですけど、まあ、かなり典型的な理論が、ね、多い分野ということにもなりますので、まあ、何が出てきてもおかしくないですし、まあ、出てきたものに対して正確にあの回答を答えてくる方が、ねまあ、多い。 分野なのかなとは思いますから、まあ、しっかりと典型度の高いものについてはね、あのー、正確な知識を身につけるということを心がけてもらいたいんですけど、まあ、この表の中で、ねまあ、具体的に出てきたものをまとめているんですけれども、まあ、この色のついているものですね、まあ、黄色のラインマーカーを引っ張っていますけれども、まあ、こちらは複数の予備校の模試の中でえまあ取り扱いがあったえ論点ということになりますので、まあ、特に あの重点的にやななきゃまずいかなっていうところではあります、まあ、とはいえあの別にレックでも、ね、取り扱っている論点ではあるのであの特段見当たらしいことはないのかなとは思うんですけど、まあ、この非目別計算だと、まあ、基準創業度の選択と、まあ、創業度債の理論的な会計処理ですね、まあ、基準創業度に実際的生産能力を例えば使ったときに、まあ、計算される創業度債っていうのが、まあ、どういう性質を持っていて。 ま具体的にどうそれを理論的に会計処理するのが妥当なのか、まあ、そこをまあ論じていくという話ですね。まあ、過去の本試験でも何回か出されているところとなりますので、ね、まあ、ここはあのしっかりとね対策は取ってもらいたいと。でまた次に、この月間の実際的生産能力を実際、創業度が超える理由というところが問われていたと。まあ、これ、答えとしては歴史実際というのを答えていただくことになりますけど。 まあその年間ベースだと、ね、実際的生産能力、まあ、これを実際創業度が超えることっていうのはないわけですけれども、まあ、この年間の実際的生産能力を12分の1した値っていうのが、えー、まあ月間の実際的生産能力になって、でまあ、その数値っていうのを、ね、月間の実際創業度が超えることっていうのはあり得ると、まあ、それも暦の影響ですよね、営業日数が多い月に関しては、ねまあ、そういったことが生じうるというところで、まあ、この辺はは、ね、計算と絡めて出しやすいところですね。 設、まあ、問の1番で創業土債の計算を行わせて、設問の2番でなぜそれが生じるのかっていうのをワンセットで問えるような、まあ、テーマとなりますんでね、まあ、しっかりとこの歴実債っていうところをね、回答として記述できるように、まあ、準備の方をしてください。で、まあ、3つ目のこの変動予算の種類とかは問題ないかなと思いますけども、まあ、公式法と実査法があるっていう話になりますが、あのーまあ、予想会でもね、申し上げたんですけども、 まあ実際、方変動予算なんか、完全に、ね、切ってしまっている方も一定数いるかと思うんですけど、まあ、簡単な計算なんかは、ね、とにかくできるようにしておかなければいけないので、あのテキストの設定レベルで構いませんから、やっていない方は、ね、この試験までに、えー、ぜひ確認をしてみてください。あと、4つ目の固定予算の欠点は、もうど、えー、まあ土点検の論点ということになりますのでね、あのまあ大丈夫かとは思うんですけれども、まあ、この辺をきっちりと回答できるように備えてください。 で次の部門別計算ですね、ここも、まあ、あのかなり典型的な理論が多いところで、と、まあ、りわけこの責任会計の話ですね、補助部門費の配布と責任会計、まあ、この辺っていうのはね、とにかく試験問題としては出しやすいところで。 まあ近年の試験においても出題頻度が上がっているところとなりますんでね、あのーまあ、そんなに連続して出るかっていうとね、まあ、個人的にはあんまり出ないんじゃないかなと思うところはあるんですけど、まあ、とはいえ出た時のの、ね、ダメージがやってない場合は非常に大きいので、あの典型度の高い理論になってきますから、まあ、この辺はもう模範回答通りに回答できるぐらいの、ねあのー、レベルに仕上げてもらいたいなとは思います。あと、過去の試験でも問われているんですが、この責任会計の意義ですね。 まあこれなんかはね、また次の試験とかで出ても全然おかしくないかなというふうには思います。まあ、どうしてもね、こういう何かの意義を答えるとか定義を答えるとかっていうのは、ちょっと抽象的な、ね、話を含んできたりはするんで、まあ、答えづらい部分はあるのかなと思うんですけども、あらかじめね、テキストの内容とかをしっかりと目に焼き付けていただければね、 ある程度、そのキーワードとかは本試験の現場でも出せるのかなとは思いますので、あの、責任会計の意義なんか、今一度見直しをしてもらってもいいのかなとは思います。あと、何気に結構盲点となってくるのが、この原価計算基準ですかね。他の分野でも、原価計算基準からの出題っていうのがありましたけど、まあ、これは本試験においてね、 穴埋め形式で問われる可能性もありますし、あるいはそういった穴埋めではなくて、あの理解しているかどうかっていう部分を聞いてくる可能性もあるので、まあ、基準設定の背景なんかをまあしっかりと押さえておくっていうのも対策としては必要になってくるかなと思います。まあ、どこまで、どのレベルでやるのかっていうのは難しいんですけど、まあ、5月担当の合格者の方なんかはね、基本的にまだその担当の知識っていうところが残ってるかと思うんでね、別途対策はいらない。 かなと思うんですけど、まあ、12月の合格者とか、過年度の受験生なんかは、原価計算基準の原文っていうのをね、あまりその直近のところでは見ていないのかなと思いますんでね、まあ、本試験までに1回、2回はねちょっと目を通してもらいたいかなというふうには思いますね。はい あとまあこういう、ね、補助部門の種類と定義とかっていうのもね、意外と書きなさいとかっていう問題を出すと、すごい典型的な内容で、まあ、入門生とかでも、ね、答えられる方がいる内容なのかなと思うんですけど、まあ、いざ答えろって言われると、結構手が止まる方が多いのかなと思いますんでね、今一度こういうちょっと基本的なところの見直しですかね、あの進めてもらいたいなとは思いますね。はい、で次の個別原価計算ですね。 まあここも特に見当たらしいことないかと思いますが、まあ、この基準の35番なんかが、主要項の模試の中でも取り扱いがありましたね、まあ、子孫慈悲の計算と処理に関する規定で、まあ、計算が分かっていればね、まあ、特段問題はないのかなとは思うんですけど、ただ意外とね、その当連とかで問題を出すと分かっていない方が多いのが、まあ、軽微な子孫慈悲の取り扱いなんかは、まあ、頭に入っていない方が結構いたりしますんでね。 あの総合原価計算の基準の28番の規定に引っ張られてね、まあ、あの個別原価計算においても、軽微な子孫児品については、まあ、これを原価計算外の収益として処理するみたいな、まあ、こういう回答を書いてくる受験生っていうのが結構多い印象を受けますんでね、まあ、そこはね、とにかく気をつけてくださいね、そうではありませんからね、まあ子孫時期の売却されれた金額っていうとこころをこれをね。 製造書からマイナスしていくっていうところがね35番に規定としてありますんで、あのー、そこはね総合原価計算の規定と混同しないように気をつけてください。であとまあ2つ目はもう大丈夫ですよね、個別と総合の原価集計単位の違いなんかは、もう今更さ、ね、ら分からないって方いらっしゃらないのかと思いますんで、ここはもうあのすごい典型的なところですから、まあ、絶対、趣旨しなければいけないところですね。はい、あとも特にあの問題はないかなというところではありますかね。はい で次の単純総合ですね、非常にさまざ、あ、まあのー、な論点を含んでいるところではあるんですけれども、まあ、なかなかね、ここはあのー、単体で出るかっていうと、まあ、微妙なところではあるといいますか、まあ、基本的にね他のまあ総合原価計算、等級別とか国別、まあ、その計算を問うた上で、ちょっと単純総合に関するです、ねまあ、こういった知識を問うてくるというのがあるのかなとは思うんですけれども、まあ、特にこの中だとね、 まあ重要なのは、こういった非度外症の利点とかですかね、まあ、これに関してはね、あのー、絶対書けなければいけないところですね。あとはこの検査点の移設、まあ、ここも総合問題という形式で結構出しやすいテーマですよね。特に、5月担当、合格者の方なんかはね、この検査点の移設に関する話っていうのは、よく整理をしておいた方がいいですね。 あのこういう総合問題形式特有の、ねまあ、論点ということになるかと思いますので、あんまり担当では、ね、問われるところではありませんので、あのここはちょっと重点的に見てい,て見ていただいても、ね、いいのかなというところです。はい、あととは、まあ、典型度高いいものだとこういった あの工程別計算で予定原価による振り替えであったりだとか、あとまあこういった異常性の判断ですね、まあ、量的異常と質的異常がありますよというところ、まあ、この辺のところをね、そつなく回答できるようにはしてもらいたいかなというところです、はい、で次の等級別総合ですね、まあ、こちらについてはあんまりね、東急別総合単体での論点というのはそんなにないのかなとは思うんですけども。 まあ原価計算基準の22番が、ね、ちょっと読みづらい規定となっているので、い、まあ、今一度、ね、まあ、ご発算と合格者の方でももう一度見ておいてもらうといいのかなと思います。あと、東級別総合の,この計算の種類ですね、まあ、この辺は大丈夫かと思いますが、まあ、総合原価安分法とかね、あの一応、論点としてもあまりね重要性がないですよってことで。 まあ基本レックでは、ね、あ,のあまりやらなくていいですよというご案内をしているところではまあ,ありますので、ね、切っている方がほとんどかなとは思うんですけども、まあ、理論では、ね、何か問われる可能性というのは全然ありえるのかなとは思いますんで、ねあので、ー、理論対策というのは、ね、最低限講じていただきたいかなとは思いますね。まあ、何が問われるかというのは、ね、何とも言えないところではありますけども、まあ、総合玄関文法というのがまあインプット基準に基づいて10ケ係数が設定されていて、 まあ単純総合に近い計算方法であるってことが分かっていれば、まあ、最低限のこととしては OK なのかなというところです。あとは、あ今年の試験ってことを考えると、ね、その連算品との絡みで、まあ、この倍価を等価係数として、まあ、設定を行って計算した場合の,、ね、その計算結果の特徴ですね、まあ、これなんかは、ね、あの問われても全然おかしくないかなと思います。 答レ、まあの中でもねあの、出題はしていることではありますんで、答レの,の見直しをしていただければなとは思うんですけども、バイカーを基準に10ケース設定した場合、あの各製品の,、ね、あの売上高の総利益率っていうのが一致することになりますんで、まあ、製品ごとの収益性の把握っていうのを行うことができないという問題が生じるというところで、まあ、その辺のところを、ね、きっちりと回答できるようにしてもらいたいなとは思います。はい で次の国別総合ですね、これはもう東急別と国別との比較とか、個別と国別との比較っていう形で、ねまあ、問われるあの内容なのかなというところになりますのでね、まあ、その辺の製品別計算に関する比較ですね、えー、まあ、今一度整理をしてください。で次の連算品の計算はね、あの今さっきご案内した通りにね、こ、まあ、今年の試験でもまあかなり、ね、出る可能性が高くなってくるのかなと、個人的にちょっと思っているところではありますけれども。 まあ理論ということになってくるとね、あのそんなに論点は多くはありませんので、まあ、連算品の計算の特徴というところを、ね、しっかりと整理しておいてもらえれば、特段問題はないのかなとは思います、はいで。この辺のね、論述に必要な用語ですね、まあ、これをまあパーツとして押さえておいていただくと、文章を構成しやすくなるかと思いますので、まあ、原価発生原因主義に基づく価値移転的原価計算とか、 負担能力主義に基づいた価価値回収的原価計算ですねあのこの辺のね言葉の整理があの今一つできていない方がね、同連の中でも見受けられましたんで、あのここきっちりとね言葉を覚えておいてください。中にはね、原価発生原因主義に基づく価値回収的原価計算とかっていうに、こっちとつなげちゃってる方もね、あの見受けられましたんで、あのちゃんとね意味を理解した上で言葉の整理を行ってください。 で次の標準原価計算、まあ、これは、ね、圧倒的に出る可能性が高いと、あの出ない年の方が少ないというところになりますので、ね、基本的には出る想定をしてもらえればなと思うんですけど、あの主要校の模試の中で、ね、重複して出されていたものとしては、こちらですね、まあ、理想標準を使用する意義、まあ、過去の本試験でも何回も問われているところになりますから、まあ、理想標準原価、まあ、これを原価管理上の目標として利用するメリットですね、まあ、これを今一度確認をしていただきたいと。 昨年度の試験はね、あの理想標準原価っていうのがなぜ原価計算基準では認められていないのか、まあ、理想標準のデメリットのようなことがね、あの回答が求められておりましたので、こ、まあ、今年の試験においてね、メリットの方が問われるってことはまあ十分考えられるのかなとは思います。はい、であとはまあこういった直接費、間接費の管理方法の比較ですね、まあ、直接費っていうのは、まあ、これは製品単位あたりの物量的な標準っていうのを設定して管理をしていく。 まあ間接費については、まあ、これ予算に基づいた金額管理をしていくというねそこの対比ですね、まあ、これも典型度が高いところになりますから、しっかりと押さえてください。あと、まあ原価債の相互依存性ですね、まあ、これはもう当連などでも出しているところになりますんでね、あのー、まあ原価債同士ね、どういう関係性があるのかっていうのを今一度確認をしておいてくださいはい。 あとこれ、レックではねちょっと取り扱いがなかったものになりますけど、こちら、原価債をすべて非原価処理すべきとする考え方ですね、標準原価計算制度を採用していて、出てきた原価債についてはすべて非原価処理とすべきとする考え方っていうのがあるんですけども、まあ、これ、標準原価こそがね、あの真実の原価であるというふうな捉え方になってきて。 あの標準原価から逸脱した部分については、これはもうね、原価性がないというふうに考えて、非原価項目として処理をしていくっていう、こういった理論的な考え方もあるんだってことをね、ちょっと確認をしておいてもらうといいのかなと思います、はい、あとは、これも REC では取り扱いがないんですけど、5工程における前工程被災の管理可能性というところでね。 あのまあ、何が聞きたいのかっていう、ここのタイトルだけ見るとね、あんまりピンとこないかと思うんですけど、要は第2工程でね、第1工程完成品に対して加工作業を施すわけですけども、その第1工程完成品っていうのを材料として投入して、それに関してぶどまり債が出てきたと。 まあそれの管理可能性がどうなのっていうところをね論じる問題なんですけど、まあ、当然、第二工程で生じるぶどまり祭ですからね、毎工程費とは書いていても、まあ、それは第二工程の責任になってくるんだっていうのを回答として記述してもらえればいいという問題になります。はいまあ、結局、第二工程で生じる数量祭ですからね、まあ、当然、第二工程で責任を取らなきゃいけないっていうね、まあ、至極当たり前のことが問われている問題ではあるんですけど、 まあただ、いざこういう問われ方すると、ちょっと何が聞かれてるんだろうというところで答えづらいのかなというところでね、まあ、気をつけておいてもらいたいなとは思います、はい、で次のところで、管理会計分野になってきますけども、まあ、こちらについてはさ、ね、まざ、あ、まな取材が考えられるところで、あのまあ現場対応的な 理論問題っていうのも、ね、出てくる可能性が高いところになりますから、まあ、なかなか予,測予想するのも難しいところではあるんですけど、一応まあ重複して出されていたのが、この資金管理で、まあ、キャッシュサイクルに関する話、まあ、キャッシュサイクルっていうのを短くするためにはどうすればいいのかとか、あとこの原価管理の体系ですね、まあ、現代的な原価管理っていうと、原価企画、原価改善、原価維持っていうふうに体系化されるわけですけど、まあ、それぞれの体系と、あとまあ定義をしっかりと答えられるようにしておくと。 これ担当の試験でもね、あのー、まあ原価管理のこういった体系に関するですね、あ原価規格とか原価改善とかの定義に関する問題っていうのは過去何回も問われているところで、意外と論文の、ね、問題として出してもね、あのー、正確に回答できるところ、人が、ね、多くないところになってきますんでね、もうこれはもうテキスト通りに、ね、暗記するぐらいの勢いで見直しはしてもらいたいかなとは思います。はい、ちょっとまあ上に戻っていくと。 まあこの直接原価計算とか、まあ、短期利益計画のための管理会見、まあ、ここはもうセットにしてもいいのかなと思うんですけども、あのまあ、ちょっとマニアックな内容といいますかね、細かいかなと思ったのが、まあ、直接原価計算が CVP 分析に役立つ理由ですね、まさにまあそういった、ね、直接原価計算の総論的な話といいますか、まあ、そういったところが、ね、主要校の模試でも問われていたと。 あと、まあ、軽レバージと軽コードに関しましては、まあ、これは、ね、あののトレックの当連とかでも取り扱いがあるところで,で、ちょっと注意しておいていただきたいのはこちらですね、この複数設備を用いる場合の最適セールスミックスの決定方法ということで、あの複数種類の製品というのを取り扱っていて、まあ、新規の設備というのを導入する際に、まあ、セールスミックスを決定するところから、えー、まあ始めて。 まあそういった設備のキャッシュフローの見積もりっていうのを行っていくような一連の流れを問うような問題となってくるんですけど、これまさに直近の、ね、担当式試験の、まあ、問題中の計算で問われていたテーマになりますね。これ、直近の担当を受けていない方は、ぜひこの問題については見直しをしておいてください。これ、事前に知っていればね、あの計算の問題としてはそんなに恐れる必要性はないんですけれども、あの知らないと、まあ、あの対応に結構苦慮する論点なのかなとは思いますんでね。 過去の日商簿記1級の、ね、本試験の問題をモチーフにしたものになってくるんですけども、まあ、論文でも、ね、あのこういう問題が出てきてもおかしくないのかなとは思いますので、ね、まあ、ぜひちょっとやってない方は見直しをしておいてください。はい、あと、予算管理ですね。まあ、こちらについては、まあ、あの予算編成の方法の利点と欠点、まあ、これも土点計の内容ですね。でまあ、ちょっっととこれ細かいかいなと思ったのが、 標準実績債と予算実績債の比較なんていうのが問われていましたね。まあ、一瞬何答えるんだろうっていうのがちょっと手が止まる問題なのかなとは思うんですけども、まあ、標準実績債っていうのは、標準原価と実際原価の比較ってことになりますけど、あの標準原価っていうのは、これ、あくまでも生産量が決まった後ですね、その生産量に対してあるべき金額っていうのを設定し、それと実際原価との対比で、標準原価債っていうのが計算されると。まあ、言うなれば、事後的に計算されるものになってくると。 まあ基本標準原価も事後的に計算されるものだし、実際原価も当然、事後的に計算されるものと。一方の予算実績債については、これ、機種の予算とね、まあ、期末の実績っていうのを比べる形になりますんでね、まあ、その機種のものと期末のものを比べるっていう、ですねその時間軸で整理をしてもらってね、まあ、そこをまあ中心に据えながらね論述していただければ、そう遠からずのねあの模範回答に近い回答になってくるのかなと思いますんで、そこの時系列に着目をして回答していってくださいはい。 で次のまあ文献化組織ですね、まあ、ここはもうすべて取り扱いがありますね、まあ、事業部制の業績評価とか、まあ、標準原価ベースで内部振り替え価格を設定する利点、まあ、製造部の創業土債を販売部に責任を持たせる、そういった理由とかですね、まあ、この本来はコストセンターである製造部を、まあ、利益センターとして管理する意図ですね、まあ、この辺のところっていうのは、一通りね、当連とかでも取材があるところになりますんで、あの特に見当たらしいことはないかと思います。はい で次のまあ資金管理はね、これはもう基本的に典型的な理論はあんまり問われないと思ってください。もうキャッシュサイクルの部分だけね最低限抑えて、あとはもう現場対応的にね計算に紐づ付いた理論が出てくるっていう風に想定をしてもらっていいかと思います。もう計算ができれば理論もできるし、まあ、逆に計算できないと理論っていうのもね、それに引っ張られて点数取るのが難しいっていう問題が出てくる可能性の方が高い分野ということになるんでね、非常にまあ得点差が生まれやすいところになるかと思います。はい ただ、本当に、ね、気をつけていていただきたいのはあの、資金計算書の作成問題については、必ずどこかしら取れるはずですから、まあ、特に資金運用表の作成なんかは、ね、過去2回問われていますけど、まあ、この辺を完全に白紙で出すっていうのは、あの致命傷形になりますからね。 資金運用表の作成問題、担当の問題集とかにも掲載がありますので、今一度見直しっていうのはね、しといていただければなと思います。あとはまあ資金移動表とかもね、ちょっと怖いところかなと思いますんでね、あのー、必ず一度ぐらいはね、資金移動表の作成問題とかも目を通してもらえればなとは思いますね。はい、あと、業務的意思決定、次のところになりますけど、まあ、差額原価の定義ですね。 まあこれはまあ現金支出原価と、ね、機械原価の合計であるということを、ね、しっかりと覚えておいてもらえれば問題はないかと思います。であと、過去に購入した材料の,この購入原価の取り扱いですね。まあ、これも計算とセットで問いやすいテーマですよね。まあ、昔買ってきた材料を使って、ね、お客さんからの注文品をさばかどうか、まあ、それの判断をしていくっていうようなテーマですね。まあ、利用の問題集でも掲載がありますけども、まあ、この お客さんからの注文を裁く上で使っていくこの材料が工場在庫、要は常に一定の在庫を持っておかなければいけない在庫で材料であれば、このお客さんからの注文品を作るのに使った材料については再調達する必要性がありますので、その再調達原価については差額原価を構成することになると、その部分が分かっていれば特に問題ないかなというところです。で次の 戦略的試験って、まあ、設備投資の話になりますけど、この辺んはまあ典型的なものですね、まあ、当連とかもし出も出しているものばかりかなというふうには思いますのでねあの、こちらも典型度が高いものがほとんどですから、今一度見直しをしてください。でまあ、原価管理はさっき言及しましたね。あと、品質管理と環境管理会計という、ですね、これは試験範囲としてあの明記されていないものになって、 あの以前はね、明記されていたんですけど、それがね、平成28年以降っていうのは明記されなくなった分野ということになりまして、ただまあ一応ね、戦略管理会計みたいなね分野の中に含まれる部分ではありますんでね、過去の試験でもね、一応まあ出てはいるっていうところになりますんで、何をどこまでやるのかっていうのは難しいんですけど、一応心配な方は、 このマティアルフローコストいてこれ、令和2年の試験で、ね、穴埋め形式の問題が出ていて、レックではちょっとこの論点は取り扱っていないところではあるんですけども、あの一応、総論的なところ、その概要ぐらいは把握をしておいてもいいのかなと思いますんで、まあ、ネットで検索しても出てきますし、あのそういった令和2年の本試験の、ね、穴埋めの部分だけ確認しておくでも構いませんし、まあ、そういった、ね、概要ぐらいを、ね、知っておくっていうレベルで構いませんから、一応まあ把握はしておいてもらうといいのかなとは思います。はい ただ、これががっつり問われるってことは基本的にないかなと思いますんでね、計算でがっつり問われたら、まあ対策を取っている受験生はほぼいないと考えてもらって構いませんので、まあ、大体どういう趣旨のものなのかっていうのは分かっていれば十分かなとは思います。はい、あとはまあ入門のテキストなどでは取り扱いがありますけど、品質原価の分類とあの品質原価計算の目的といったところですかねあのまあこの辺はね。 設備投資の計算とかと絡めて出すこともできたりするので、まあ、出てきてもおかしくないかなとは思いますから、あの今一度ね、ちょっと見直しはしてもらいたいかなっていうところです。はい、で次の ABC、これはあんまり理論の、ね、典型的な論点は多くはありませんけども、まあ、活動ドライバーの種類と適用とか、あるいは活動の階層性とかですね、その辺のところがちゃんと整理できていれば問題はないかと思います。はい あと、財務情報分析ですね、これはまあ計画選択の方なんかしっかりやられているかとは思うんですけどもあの、あまりね、管理会計の試験においては、 まあ財務分析の問題なんかは出てくる可能性の方が、えー、低いのかなとは思うんですけど、まあ、資金管理の分野と、ね、セットで出る可能性とかは考えられますので、まあ、財務情報分析、まあ、基本的な財務指標の計算なんかはね、まあ、必ず対策として抑えておかなければいけないと、まあ、これはまあ当たり前のことではありますけどね、まあ、しっかりあの指標を忘れている方は、ですね本試験前に見直しをしてくださいはい。 すいません、ちょっと最後、駆け足になりましたが、まあ、以上が管理会計に関するお話ということになりまして、ちょっとまあ続けて、計画の方をこのまま進めていきたいなと思うんですけども、まあ、計画も管理会計と同じ形式でまとめています。でただ、計画はねあの、思いのほかね、か、ま、ぶ、あ、っていないなという印象を受けましたね。まあ、やっぱり範囲が広いので、やっぱりその、もし単体だとね、 当連、まあ、とかまで含めて見ていけばね、ねかなり重複する部分が多いのかなとは思うんですけど、モスタンタリに見ると意外と被っていないなっていう印象を受けます。最近ちょっと被っている部分だけ確認しておきますと、まあ、この網掛け部分で、まあ、公平理論ですね。まあ、あまああありね、あのー 講義の中でも一応触れてはいますけども、そんなにものすごい重要だっていう、あのー、認識のもとね、触れてはいないので、まあ、結構盲点になりやすいのかなと思いますが、まあ、このアダムスの公平理論ですね、まあ、この辺っていうところが、あのー、主要項の模試の中でも触れられていたと、あと、まあ、赤モデルというところ、まあ、この辺はもう典型度が高いんでね、大丈夫かとは思いますけども、まあ、意外と、ね、ここが結構手厚く出てる、まあ、戦略論の総論的な話ですね。 やはりこ今年の試験ですね、戦略論というところが出てくる可能性が多いに考えられますので、ね、まあ、これ、いつの試験でもそうなんですけども、戦略論が全く問われませんみたいな、ね、年っていうのは、そっちの方が少ないのかなとは思いますけども、戦略論の総論的な内容っていうところが出てくる可能性が十分に考えられますね。この分析麻痺症候群なんかは、あの複数の予備校で重複して出されていたと。 で、麻痺の部分はね、別に漢字で書かなくても構わないので、まあ、ここはもうカタカナで構いませんので、ね、まあ、分析麻痺症候群と、まあ、漢字が怪しい方なんかもカタカナで回答してください。あと、このミンツバーグの総発戦略ですね、これ、分析型の戦略論と、対をなすものになってきますけども。 まあプ,ロセプロセス型の戦略論という、ね、戦略概念のもと、まあ、創発戦略という、ねまあ、この戦略概念がミンツバンクによって定義されているわけですけれども、まあ、これはボトムアップ的に、ね、作られていく戦略というものになると、まあ、この創発戦略という言葉をしっかりと書けるようにしておいてもらいたいと、ミンツバンクという人の名前も、ね、答えられなければいけませんね。あと、あ今年の試験では、ね、あのもう再三申し上げていますけど、ドメイン定義ですね。 もうドメインに関する内容っていうのが、まあ、去年も出るかなと思っていたんですけども、まあ、去年は出なかったと。だから、今年に関してはね、あのー、まあ出てくる可能性は非常に高いかなと思いますんで、まあ、ドメイン定義、まあ、あとこれに付随してマーケティングの禁止眼という言葉ですね。まあ、この辺っていうのは、きっちりと言葉の意味する内容も記述できるようにしておかなければいけない。まあ、ここはもう記述対策っていうレベルで押さえてください。はい、あと、意外とまあこういうのがね、 モス、あのーまあ、で出すんだっていうふうにね、ちょっと思ったものにはなりますけど、まあ、絶対的なマーケットシェアと相対的なマーケットシェアですね、まあ、これ、計算部分っていうところでね、まあ、問われていましたけれども、一応、過去の試験でもまあ相対的なマーケットのシェアの計算っていうところは、ね、問われていますし、まあ、ただ、あ割と近いところで出ているんでね、あんまりその今年の試験で出るかなっていうと、出ない可能性の方が個人的に高い。 かなぁとは思ってはいるんでね、まあもせ出すんだなぁっていうふうにちょっとあの思った印象を受けたんですけれども、ただまあ相対的なマーケットシェアの計算なんかはね、まあ、出た時にね、あの複数箇所配点が用意されている可能性がありますんで、まあ、結構落とすと怖いところかなっていうふうには思います。はい。 あとはもう全部触れたことがあるテーマですね、コアコンピュータンスとかダイナミックケーパビリティとかですね、まあ、この辺はもう今年の試験ではね本当に出る可能性が非常に高い言葉になってきますから、まあ、きちんと対策を取ってください。はい、であとは、こっちのちょっと2枚目の方に行きますけども、まあ、技術経営っていうところがね、もうどこの あの予備校でもね、模試の中で必ず1問は通ってくるというところでね、でちょっとレックの講座内では、ね、取り扱っていなかったものに関してもね、ねこちらにあの掲載が何点かありますんでね、まあ、これ、言葉としてちょっと覚えておいてもらえればなとは思います、はい、あとまあ重複していたものは、このオープンイノベーションというところですかね、まあ、これはまあレックの透明の中でも出していることではありますけども、オープンイノベーションというのはね、 あの他のそういった企業間関係の話とセットで問われる可能性とかもある用語なのかなと思いますのでね、他の論点とちょっと横断的にね、押さえておきたいところではあります。まあ、技術系は本当、何が問われてもおかしくないかなとは思うんですけども、まあ、ここは今年の試験でね、何かしら問われる可能性の方が高いところかなというふうには思いますね、はい。ここなんかちょっと個人的に怪しいかなと思うのが、このシュンペーター仮説っていうところ、まあ、これは、 資源の豊富な、ね、大企業の方が、が、小さな企業よりもイノベーションというのを生み出しやすいという、ねまあ、そういった考え方になってくるんですけど、まあ、これと対極に位置しているのが、このイノベーターのジレンマ仮説ですね、レジュメの中でも取り扱いがありますけども、軽、まあ、資源の乏しい、ねまあ、小さな会社とかベンチャー企業とかの方がですが、ね、破壊的なイノベーションを生み出しやすいという、まあ、こういった考え方というか、ね、仮説になってくるというところでね。 まあこれ、完全にね、あの両者相反する、ね、結論を導いているものになりますんで、まあ、どっちが正解っていう話でもないんですけども、どちらも一理あるっていうような話になってくるんでね、まあ、ここはね、あのー、何か給付問題とかが出てきてもおかしくないのかなとは思いますから、よくね、あのー、言葉の意味する内容っていうのをね、押さえておいていただければなと思います。はい、あとはすいません、ちょっと今一度上に戻っていただきたいんですけど、まあ、もう伝統的管理論。 この辺はね、あ,のあまり試験員の先生は関係ないと言いますか、誰が試験になっても、別に出てきてもおかしくないかなというところになりますんでね、もうテイラーのそういった、ね、科学的管理法から始まって、さまざまな理論というのがありますけども、まあ、この辺というのはねあの、どの試験でも抑えてもらいたいところとなります。はい で、まあ、動機づけ理論のところがね、一番論点としては様々含んでくるところになりますんで、ここの知識整理っていうのは、しっかり時間をかけてやっていただきたいかなと思います。もう、マズローなんかもね、いつの試験でも出てきてもおかしくないかなと思いますんで、まあ、過去の本試験でも当然何回か出題のあるところになりますんでね、マズローの一個段階欲求っていうところ、5つの欲求については必ず頭に入れておいてください。で、この辺がね、結構、 あの知識の整理できている方できてない方であの出されたときに差がつくのがアルダファの ERG 理論とかこれらの達成同期説ですね、まあ、ここはね、まあ、覚えてる人と覚えてない人で、まあ、結構割合は分かりませんけど結構覚えていない方も多いかなと思います。 まあ、合格者のうち、どうですかねあの、6割ぐらいは覚えてくるのかなとは思うんですけど、4割ぐらいは覚えてこないかなというところなんで、まあ、覚えなくても最悪ね、あのまあ、合否に影響がないかっていうと、ちょっと微妙なところではあるんですけども、ただまあ、結構覚えてない受験生も多いところかなとは思いますんで、まあ、覚えた方がいいのはいいんですけども、ちょっときつければ最悪ね、優先順位はちょっと下がるかなというところですかね。はい それよりはこのマクレガンの X 理論とか Y 理論とかの方が大事ですね。あと、模試の中で問われているのはこの結合の原則ですね。まあ、ここなんかは人的資源管理と絡めて出しやすいんですよね。その個人の目標と組織の目標、まあ、ここを結合させようという考え方ですね。 まあ個人の目標、個人はそういった個人の目標、目先の目標というところを達成していく、そこを目指していくと。でも、それが結果に、結果的に回り回って組織の目標の達成に近づいていくっていうね、まあ、個人の目標と組織の目標のこの両者の間の目標整合性の確保をしていこうっていう、まあそういった考え方になってくると。まあ、管理会計でもね、そういった文献組織の分野の中で出てくる話なんで。 皆さんにとっては馴染みがある話かなとは思うんですけれども、個人目標、組織目標のその両者の結合という話に関しては、ね、やはり人的資源管理とセットで出てくると。まあ、今年の試験は人的資源管理っていうのがあの好きな先生が入ってきていますんでね、まあ、そこは何かしら出てくる可能性がありますんでね、しっかり押さえてください。でそのつながりで、このハーズバーグのにおい理論とかも出てくる可能性がありますね。 まあそういったモチベーションを上げる要因とモチベーションっていうのを損なう要因っていうのは別物なんだっていう話ですね。まあ、従来はね、両者っていうのが区別なく論じられていたわけですけどもハバ、ハーズバグっていうのはモチベーションを上げる要因と下げる要因っていうのは別物なんだっていうふうに分けたと。衛生要因と動機づけ要因ですね。ここは具体例まで交えて説明できるようにしておかなければいけないですね。はい 基本的に衛生要員の代表格っていうのは給料ってことになってくるわけですけども、結構その動機づけ要員のところでね、給料っていうふうに答えてくる受験生が一定数いらっしゃいますんでね、あの衛生要員の代表として給料っていうところがね、よく挙げられる、まあ、そういった文献が多いんでね、まあ、給料は衛生要員だっていうふうな認識のもと、押さえておいたほうが望ましいですね。あ、はい、とはまあ過去の試験でも次のところ出てきているのが、内発的動機づけ理論なんていうのはね、まあ、ここはまあ、 アンダーマイニング効果とかですね、エンハンシング効果とかっていうところについてはね、あの必ず回答できなければいけないところになってくるかなと思います。はい、あと、家庭理論だと、ですねあの期待理論とかも見ておかなければいけないかなっていうところですかね。はいまあ、この辺もね、比較的典型度が高いものが、あの豊,富に豊富に含まれてる、ね、あの分野なのかなと思いますんでね、あの知識整理は必ずやっておかなければいけないところです。 あと次のリーダーシップ論ですね。これもどこまでね、あの内容を覚えるのかっていうのが結構難しい選択を迫られるところですね。もうなんとかリーダーシップって名前のつくものはたくさんあるんでね、それを全部覚え出すとね、結構学習負担が重たくなってくるんで、まあそこの費用対効果っていうのをね、どう考えるのかが結構難しいところかなと思います。ただまあ個人的にはね、そのなんとかリーダーシップって名のつくものですね、あの様々ありますけど、 あのそれを全部が全部覚えなきゃいけないかっていうとそういうわけではないかなとは思いますある程度ねそういったこの SLE の中で問われているようなあのなんとかリーダーシップとかっていう名前のつくものまあそこはね 基本、用語が問われるって可能性は個人的に低いかなとは思ってはいるので、どっちかっていうと、選択肢っていうのが用意されていて、まあ、この場面においては、どういうリーダーシップが望ましいのか、その選択肢の中から選んでいくような形式になってくる可能性の方が高いのかなとは思います。というのも、結局のところ、まあ、これもその海外の研究成果をね日本語訳したものになってくるんで、なんとかリーダーシップっていうものについても、結局、人によってね、訳語が変わったりするわけですよ。 だからまあ採点する側としてもです、ね、あの用語のニュアンスがあってれば、丸みたいな形にねせざるを得ないのかなと思うんで、そうなってくると、ちょっとね回答に幅が出てくるんでね、まあ、採点者泣かせじゃないんですけど、採点する側としてちょっと手間かかるのかなと思いますんでね、結構、この計画っていうのはね、あの採点を楽にしたいのかなっていうふうに思う節があるといいますか。 まあ、そういう試験の先生方の、ね、都合とかっていうのがどこまで織り込まれているのかは分かりませんけれども、ただ、まあ、そういう用語の問題の数とかを、ねあのー、割合として多くしているっていうのは、そういった採点を、ね、楽にするっていうところがね、ちょっと、あのー、意図としてはあるのではないのかなと、まあ、こう旧試験時代とかだとね、結構欠かせる問題がほとんどだったんですよ。 で計画で結構書かせる問題とかを出すと、まあ、作文大会になるっていうのは容、ね、易に想像できるじゃないですか。それでまあ点数つけるっていうのがなかなか難しいっていうところがあるんでね、今の用語問題になったっていう経緯もあるのかなとは思うんですけど、ただまあそういうね、採点でちょっと楽したいって気持ちもね、なきにしてもあらずなのかなとは思いますんでね、まあ、それがある意味一番公平ではあるんでね、あのー、誰が採点するかによって、ね、点数がぶれずに済むんでね。 ですのであの、用語の対策としてね、まあ、リーダーシップの名前で、まあ、ちょっとその幅が回答、回答に関して幅が出るっていう分野についてはね、ちょっと出せづらいのかなとは、個人的には思います。はいで 次のまあ組織構想はね、これはまあ昨年と問われているところなので、今年はあんまりね、まあ、出る可能性は低いかなと思いますが、一応まあ主要項の模試で、集権的組織と文権的組織の比較、まあ、集権化と文権化のメリットなんかはね、あのー、答えられるようにしておかなければいけないかなと、これはまあ管理会計でも問われる可能性は全然ありますんでね、まあ、集権化、文権化、それに関するメリット、まあ、デメリット、そこはしっかりと押さえてください。ここも結局、人的資源管理の話とつなげることができますんでね。はい で次の組織文化と知識創造、ここはまあね、あのー、今年の試験においてもまあ重要かなというところでね、まあ、特にこのセモデルですね、もうくどいようでありますけども、まあ、これと情報粘着性っていうところについてはね、必ず言葉を押さえておいてもらえればなとは思います。はい、あとまあ何に、何人組織学習ですね、シングルループの組織学習とか、ダブルループの組織学習っていうのがありましたけども、まあ、この辺のところについてもね、 あのよく言葉の整理をしておいてください。過去の試験ではね、9つ問題でシングルループとかダブルループの話が問われたこともありますからね。はい、あと、意思決定論ですね、まあ、これも今年の試験、ちょっと怪しいかなというところで、まあ、集団の意思決定ですね、まあ、グループシンクという言葉を押さえておいてもらいたいのと、最後の意思決定理論ですね、過去の試験でも問われたことがありますが、まあ、その人間観とかはしっかりと押さえておきましょうと。 で次のバーナードですね。まあ、これももう毎年ね、あの誰かしら好きだったりするんで、まあ、何か出る可能性の方あ、何か出る可能性が十分に考えられると。でまあ、これ、当然とかもしでもね、バーナード理論っていうのは出しているんで、まあ、出したものを特にね、注意深く見ておいてもらえればなとは思います。はいまあ、特に組織存続の2要素とかですね、権限需要説のあたりとかっていうのは、かなり怪しいかなとは思いますんでね、まあ、ここは重点的に見直しをしておいてください。 まあ組織間関係、これ、取引コスト理論を出してた予備子さんありましたけども、まあ、取引コスト理論はちょっとね、理論では問いづらいところがあるのかなと、個人的な感覚だとあるんですけども、まあ、ちょっと気になる方は見直しをしておいていただければなと思います、はい、戦略論争論はさっき言及しましたね、あとまあ多角化戦略ですね、まあ、個人的にはここ結構熱いかなと思ってるんですけども、も子の中では取り扱いがなかったですね。 まあ、ルメートの多角化戦略なんかはね。よく見直しをしておいてもらいたいなと思います。で、まあ、この戦略企業あの企業戦略の中だと国際化戦略っていうのが一番ね。様々な理論を含んだ分野ということにはなってくるんで、あのまあ、典型的なま理論っていうところが多数存在するところですから、まあ、ここはね、あの各理論の概要っていうのを把握しておく必要性があるかなと思います。 あとまあ競争戦略ですね、まあ、これは言わず押しれたね重要論点ということになりますから、まあ、これもさまざま論点ありますけど、見直しをしておいてください。まあ、なかなか、あのー、経営管理の分野ね、的を絞るっていうのが難しいところではあるんですけれども、まあ、いつでも言ってることなんですが、とにかく用語は、ね、網羅性が大事になりますので、あくまで、ねあのー、こちらの。 レジュメにに記載ののあるものについてはね最後の最後、ここ特に見ておかなければいけないっていうね最後、1日前とか2日前とかに目を通してもらいたいものだっていうふうに考えてください。はい、あとはまあ最後ですけども、この2枚目の、ね、ベンチャー経営とか。 まあこの人的資源管理のところですね、まあ、ここ、とにかくね、あのー、しっかりとよく見直しをしておいてください。もうもろにね、試験論点ってことになりますから、まあ、ここがね取りこぼしがあると非常にまずいところかなと思いますんでね、あのレジュメとか当連とかに記載のあるものについては、一通り目を通すってことを心がけてもらえればなと思います。はい よろしいですかねあと、財務管理の分野、ちょっとね、あのこれ今、この時間の中で触れることできなかったんですが、まあ、基本、まんべんなく出ています。ですので、あのこれに関しては、もう範囲がそんなに広くはありませんのでね、あの計算対策については、一通りやっておくということを心がけてもらえればなと思います。はいまあ、すいません、ちょっと最後、急ぎ足になったんですけども、まあ、管理会計と計画に関しては以上となりますので、えー、まあぜひ、ね、あの皆さん、ちょっとこの資料とかを活用しながら、最後のね、あのチェックをしていただければなと思います。 はい、それではお疲れ様でした、はい <laughs> えー、二宮先生お疲れ様でしたでは最後ですね財務会計論影山先生ですね、えー、はいはいよろしくお願いしますはい これ共有できてますか大丈夫ですかはい、できてます。えー、あはい、はいえー、それでは最後ですね、えー、財務会計、えー、よろしくお願いします。でえーとまあ、財務会計は、まあ、2週間前かな、えー、直前予想会で使ったものと、まあ、同じようなですね、ポイントリストをベースにした、えー、表に、えー、ちょっと主要項のですね、えー、模試で出題されていた部分に星を入れました。 で、まあ、レックのね、トーレン模試に出題されたものはレックって書いてある列かな。まあ、右から2列目のところにですね、えー、これはま、前回2週間前に、え、実施した直前予想会でも同じような、え、テイストでですね、えー、レックのトーレン模試は、え、記載がありますんで、えー、ま、主要項の、ま、模試と、レックのトーレンと、ま、ダブルで被っているところなんかは、ま、重要性がより高いのかなというところで、で、まあ、よりですね、重複している部分に関しては、一番右の列に、重点項目というところで、 まあ黒い丸を入れていますので、えーまあ、そのダコさんの模、ね、試なんかをこう見て、まあ、直接取材されてないにしろですね、ある程度こう重要だと考えられているような論点に関しては、えー、重点項目のところに黒い丸を入れました。はい。でまあ、ちょっとですね、上からより重要性が高そうなところですね、えー、見ていきます。えー ま,あまずはですね、第6章、純資産会計ですね。えー、まあ、純資産の部に関するですね、論点として、まあ、株の資本と株の資本以外を区別する理由とかですね、えー、あとは評価換算差額等がなんでですね、えー、株の資本以外に区分されるのかとかっていう理由かな。あ、ごめんなさい、新株券失礼しました。新が、まあ株の資本以外に区分されるような理由がですね、聞かれておりまして、えー、まレイクだとね、そんな当然って1回目の当然ぐらいしか純資産会計出てないんですけれども、まあ、一応ね、純資産っていうのは、 結構いろんな形で出題される、まあちょいちょいですね、いろんなところに顔を出して出題させられる可能性もありますし、えー、まあ SS と絡めての出題もですね、想定されますので、第3問にですね、SS が出題された時には、まあこういった第6章のですね、ポイントレス第6章の十三会計なんかと絡めての出題が想定されますので、えー、まあそんなにね、あの、まあタコさんの文字とかも出てはいないんですけども、やっぱり基本的な部分はきちっと書けるように、あの、練習はしておいてください。はい。 で、あとですね、第7章、ポイントリスト第7章で、やっぱり出題が目立ったところとしては、キャッシュフローですね。あの、キャッシュフローに関しては、もう計算だけでの出題というのもですね、かなり見受けられました。この主要項のところにですね、星が入っているのは理論での出題になりますので、計算部分を合わせると、おそらくですね、すべての学校の模試でキャッシュフロー計算書出てましたので、えー、まずキャッシュの計算に関しては、 えまあ個別連結問わずですね、まあ、特に個別の方がですねより重要性は高いとは思いますけれども、まあ、一応連結キャッシュもね、えー、最低限。 えー、抑えていい、えー、いかかなななけければいけない論点かなとは思いますで、計算でキャッシュが出るってことは、結局それに付随して理論でキャッシュが出るっていうところになりますので、えー、ポイントリストの、まあ、7の9は、まあいいとしてもね、7の10から7の13までキャッシュフロー計算書に関する理論は、あのまあこれはきちっとね、押、えー、えておくようにしてください。で特にポイントリスト7の13ですね、えー、キャッシュフロー計算書の直接法と間接法の違いについて、あの非常に基本的な内容です。入門期ですね する時に直接音と関節音って何が違うのかなっていうところですね、あのお話しするような、あの本当に基本的な内容が聞かれていましたので、まあ、そういったところも合わせてねあの確認はするようにしてください。まあ、キャッシュに関しては、おそらくどこによりこのが受講生さんもですねかなり手厚く計算理論やっているはずですから、出た時にはあのできないと差をつけられてしまいますからね、えー、まあ、その辺りはちょっと意識を持って最後、ね、確認をしていくようにしてください。はい であと、ま SSS ね、やっぱり SS に関しては重要性高いですから、まあレックの方でもですね、えー、まあ SS に関するね計算問題は模試で出題しましたし、まあポイントリストに載ってない内容ですけれども、えー、模試で理論もね出題しましたので、まあちょっと SS はまあ第三問対策プラス理論対策として押さえてもらえればと思います。はいあとですね、七の二2 2、えー、マネジメントアプローチに基づくセグメント情報に関しては、えー、まあこれ、星一つなんでね、一つの学校しか模試出てないんですけれども、あのただ、 計算部分では、えー、2つ学校出ていました。で、1つの学校は計算オンリーだったので、ここに星が入っていないだけなんですね。はい。えー、なので、まあ、セグメントに関しても、まあ、かなりね、こう、主要校の予備、えー、模試で出題されており、まあ、多くのね、受講生さんが、えー、受験生さんがですね、対策を立てるっているということが想定されますので、マ、まあ、リレックだと一応、当連で2回ね、同じような問題を出題しましたので、えー、まあ、計算もね、基本的なもの、そして理論に関しては、 えー、マネジメントアプローチの長所短所をね、概念フレームワークの質的特性と絡めて、えー、きちっとね、記述できるように準備はしておいてください。はい。で、あとは、まあ、現なんかはね、どの学校も模試ではほとんど出てなかった。あ、ごめんなさい。幻想じゃなかったですね。失礼しました。固定資産会計ですね。固定資産会計はあんまりですね、えー、どの学校も出てはいなかったんですが、まあ一応、のれん絡みはやっぱ重要性が高いですから、まあ、ここは、あの、きちっと確認をしておいてください。はい。 であとはやっぱりリースですね、えー。前日の直前予想のところでもお伝えした通り、まあ、一つね、山になっているような、えー、論点ではありますので、えー、タコさんの模試で出題された内容としては、ポイントリスト11の2とか11の3の内容で、あのーまあ、結構基本的な内容が多かったかなとは思いますが、まあ、何が出てもおかしくないので、まさ、あ、に重点項目として、えー、力を入れて復習をするようにというところです。原則課金はさっき、ね、あのちょっとフライングしましたが、 えー、まあ一応、もしでは出てませんけれども、まあおそらく、当連を通して考えていくと、どの学校もですね、当連ではきちっとやっているところになりますので、まあ原会計はですね、重要性は、あの、高いですね。なので、まあ先日の直前予想会の方でですね、マークを入れていると思いますので、まあそっちらのブランクに従ってやってもらえればと思います。はい。 あとはですね、重要所金融商品会計で、やはりですね、この有価証券の評価に関する説明をですね、問うような問題が 取材されておりましたので、まあ、かなり基本的な問題ですよね。売買目的、有価証受ってなんで自家評価するんですかとか、満期保有はなんで自家評価しないんですかとかね、まあ、子会社株式、関連会社株式はなんで、ね、自家評価しないんですかとか、あのそういった極めて基本的なあの内容をきちっと書けなければ、やっぱり合格ライン確保できませんので、で国際機能試験というのは、そういった、ね、基本的な内容が非常によく出ているんですよ。そういった意味では、ですね、えー、この14の15のヘッジ回帰の意義、なんでヘッジ回帰で必要なんですかと。 そういった、ね、内容があの聞かれる節がね、ここ最近あるので、なので、まあ、本当に、ね、入門期、母期を一番初めに勉強したときですね、まあ、その論点を一番初めに勉強したときに、字かけてこういう理由でやってるんですよとか、税効果ってこういう趣旨で、こういう目的でやってるんですよっていった部分が結構問われるので、ポイントリストにはね、バリそのままあまり記載がなかったとしても、えー、本当に知ってて当たり前でしょうみたいな感覚で、えー、聞いてきますので、 えー、まあ余力がある方はね今一度その簿記のテキストのねえー、まあ書く テーマごとにですね、なんでこの会計処理やるのかっていうところを簡単に眺めておくのもですね、あの非常に有効な学習方法なのかなと思います。えー、まあそういった意味では、このヘッジ会計の意義はですね、なんでヘッジ会計必要か、ね。まあ、要は、その時に指示点合わせるんだよとね。ね、えー、そういった内容があの記載されておりまして、えー、タコさんの模試でも出ておりまして、で先日本当はあの直前予想のところで、この14の15はですね、あの山として一つマークを入れたかったんですが、あのマークね、えー、私がこう、 失念しておりまして、なので、まあ、一つ山としてね、あの、先日お配りした直前予想会のところにもですね、マークを入れてもらえればと思います。ここはまあ、タコさんもしても一つね、出ていたんですけども、やっぱ重要性が高いのかなと思います。非常に基本的な、あの、ヘッ事会計の必要性を募うような問題が主催されておりました。はい。でまあこのあたりですね、まあ、有価所見の評価もですね、含めて、あの、見ていただければと思います。で、えー、あとは、そうですね、資産除去債務なんかは、 他校、えー、さんの模試でもね、出題がありましたので、まあ、結構前回の直前予想のところでも資産去債は山に降っていたところになりますので、で先日の税理士試験のです、ねえー、財務諸表論でも、えー、資産除去債も一つテーマとなって出題されておりましたので、まあ、別に税理士試験の、ね、内容が会計試験に直結するというわけじゃないんですけど、ただ過去ですね、見てみると、税理士試験にです、ね、出題されていた論点が会計試験にも出題されているということは、まあ、まあこれはありますので。 まあ一応ですね、別にゼル試験を見る必要はないですけれども、36、え、歳、ー、も出たというところでね、あのー、まあちょっとです、ね、注意をしておくといいかなと思います、はい。あとは自己株式絡みですね。自己株式絡みはですね、どこのようにさ差もかなり出ていまして、えー、まあポイントリスト17の4ですかね、その足四重9の残高が負の値になった場合の取扱い、まあ、これも本当に入門期ですね、十三か月一番初めに学習したときに、まあ、その足四重9の負の値になったときにどういう処理をするのか。 えー、で、ね、なんでマイナスの資本条件はいけないのかとかね。まあ、利益はなぜそれが許されるのかとか、そんな話をね、あの、したわけですけども、まあ、それに関するような内容がね、えーまあ、このポイントリストで、で、かつ、まあ、で聞かれておりまして、えー、本試験でもやっぱりそういう基本的なところが聞かれる可能性は全然あるのかなと思います。はい。まあ、1産会計ですね。前回山にはほとんど出てなかったんですが、一応、まんべんなくね、タコさんのですね、模試で出ていますので、えー、まあ、ここも、えー、まあ、可能な限り見ておく。 ほうがまあいいかなとは思います。はい。で、あとはそうですね、気になるところとしては、第20章外科換算会計ですね。外科換算会計に関しては、今2年連続ですね、出題されておりまして、当然まあ3年連続とかっていうものも、出題は可能性としてあります。まあ、過去外科換算はですね、4年ぐらい連続で出ていたこともありますので、えー、なので、引き続き注意が必要な分野でもあります。 ただ、前回、前々回とですね、在外支店、在外子会社っていうのがテーマとなって聞かれていますので、まあ、それ以外のところが、まあ、聞かれる可能性は高いのかなっていうのは正直思います。ただ、まあ、タコさんの模試なんかをですね、見ていくと、20のに1取引基準と2取引基準、1取引基準と2取引基準の違い、考え方。で、なんだら、まあ、仕分けなんかもね、合わせて、1取り2取りに関しては、え、えておくといいと思います。 あと20の5はですね。これフリーアイズ処理ですね。フリーアイズ処理ってどういう処理するんですか？とか、フリーアイズ処理の基本的な考え方、まあ、つまりキャッシュフロエッジの考え方に従って、将来キャッシュフロを固定できるようなものじゃなかったらフリーアイズ処理できませんよ。みたいなね、えー、極めて基本的な内容が聞かれておりましたので、まあ、確かにこの20の5あたりはですね。非常に危ないとか怪しいですよね。えー、まず、あ、さっきお話ししたね。ヘッジ掛けって何で必要なんですか？とか税効果って何で必要なんですか？っていうのと同じような感じでフリーアイズ処理ってどういう処理なんですかね？ えー、どういう考え方ですかっていうことがね、えーまあ、聞かれる可能性はあるのかなというところ。はい。えー、そしてもう一つですね、20の10で、在外子会社ののれんに関して、ね。で、これは、 あるいレクは当連で6回目かな、出しましたが、まあ、同じような問題で、ね、在外子会社を CR 換算する考え方と、在外子会社の、ごめんなさい、在外子会社ののれんを CR 換算する考え方と、在外子会社ののれんを HR 換算する考え方をね、こう、まあ、比較していくっていうポイントリストで、それに関するね、問題が、あの、バチッとお2個さ二個でね、出ていましたので、うん、で、 昨年、一昨年の本試験は、在外子会社ですね、一昨年出ていますが、この在外子会社ののれんに関する話は出てないんですよ。はい、のれんの換算に関しては。なので、まあ、全然、この在外子会社ののれんの換算に関する話はあの、出題されても全然おかしくはないと思いますので、えーまあ、特にこの2つの星がついている部分ですね、20の2、20の5、20の10。 あのこのあたりはかなりですね、きちっとあの精度高く記述できるような準備は整えておく必要はあるのかなと思います。はい、えー。そしてですね、このポイントリストに載ってないんですけれども、タコさんの模試でですね、えー、2つの学校で出ていた論点がありまして、これも講義中ですね、募金の講義で口頭で説明するような内容で、ポイントリストにはきちっと載っていなかった部分になりますので、えー、ちょっと押さえて。 置いてもらいたいんですね。知らなかった方。で、どういう話かっていうと、カワスガンザン調整感情って、なんで、あの、損益に形上せずに、えー、BS にですね、形、え、状、ー、するんですかと。 まあ、13の無献状するんですかっていう、そういうですね、えー、理由を書きなさいみたいな問題が、えー、2つのですね、予備校さんで出題されていたんですね。で、えー、まあ、レックだと、まあ、口頭でね、説明するような感じで、ポイントリストには、ね、ガツッと載っていない部分なんですけれども、まあ、結局、川町ってね、川相場の換算差額で出てくるものになります。で、子会社の、要は成績と関係ないんですよね。川相場の変動の影響による BS の換算差額になりますので、 子会社の経営成績とは無関係っていうことで PL には乗らないんですよ。子会社の経営成績とは無関係ですよと。だから PL に乗らない。だから BS に乗るんですよっていうあの内容の記述をしてあげればいいので、まあ行としては産業ぐらいでね、書けるような内容なんで、まあ交わせ調整勘定が どういったものかを説明して。で、それは、あの、子会社の経営成績ではないですよねと。川相場の変動の影響の話ですよね。経営成績ではないですよね。だから PL には乗らないんですよって、まあ、あの、書いてあげればいいんで、産業あれば足りるかなと思いますんで。一応ですね、これ、2校、2つの学校で出ていた問題なので、でポイントリストにはガツッと載ってないところなので、まあ、ちょっとコートベースの説明になっちゃって申し訳ないんですけれども、あの、一応ね、あの、今パッとメモ取って、あの、ちょっと最後ね、 確認してもらえればと思いますね。為替換算調整官僚が BS に計上される理由。子、ね、会社の形成すぎた無関係というところですね。はい。そこをちょっとね、最後押さえてもらえればと思います。はい。で、まあ、連結関係はもう、総合問題で、えー、出ているわけですが、えー、やっぱり総合問題のですね、中身、事例に沿った出座が多いので、 最近のお試験のテイストとして、やっぱり、ね、典型的なものってあまり出てないんですよね、連結の方が。まあ、その中でも星があるところを押さえてもらいたいというところと、まあ、あとはまあ個人的な一押しにもなっちゃうんですが、一応ね、一つの学校で、えー、出題されていた、持ち文法に関する、ね、成果連結、未実現存域の消去保護の説明ですね、これ、レッグでも推で出題されていたものが、他の学校さんでもですね、あの出題されておりまして、えーまあ、ちょっと私も個人的にはこのあたり重要かなとは、えー、思っておりますので、 えーまあ、今までね、あんまりその成果連結に関する理論って、連結の問題で、ここ最近ってずっと出てないんで、えー、なので、持ち分法のところもそうですし、一応連結の方ですね。連結会社総関とかかる未実現利益の消去方法。まあ、模試では出てないですね。タコさんの模試では出てないんですけども、一応成果連結絡みのね、えー、理論ということで、えー、子会社は21の20、関連会社は22の7で、えー、まあ、ちょっと合わせて押さえてもらえるといいのかなと思います。はい。 まあ気になるところはそれぐらいですかね。まあ、あとはざっと見てもらえればと思います。で、まあ、これは講義の中でも再三お話ししている内容ですけれども、事業分離に関する会計処理を説明する問題が、まあ、第5問、連結会計の総合モデルと絡めて取材される可能性っていうのは、ね、すごく高いのかなと思うんですよ。で、その時まあ、どういうね処理を、なんで、どういう理由で行うのかということに関しては、あの、簿記テキスト10の事業分離の各説明の 個別の仕分けの上のところに説明があるんだね。あ事業分離のね、えー、テキスト10の第2章。ね。説問がね、えー、20個くらいあると思うんですけれども、その個別上の処理のね、えー、仕分けの上のところに分離元企業の会計処理はこういう仕分けですよ。でもなんでこういう仕分けするんですかね、えー。投資が継続してるからですよとか、共通し合えだからですよとかって説明があるので、あのー、その仕分けの,の説明を記述するっていうイメージが、 おそらく一番点数には結びつくと思いますので、事業部類の会計処理が聞かれた場合ってね、えー、まあ、いわ僕家で引き継ぐとか自家で評価して損益計上するっていうだけではなくて、その、必ず理由もね、あのー、書くようにしてください。問題には会計処理を説明しなさいって書いてあったとしても、あのー、基本財務関係の理論って理由も一言添えていってくださいっていうね、えー、そういう試験であるので、問題処理だけ書くのではなくて、 理由も必ず、一言でいいからね。投資が継続してるからとか、共通ェアがだからとか、逆取得だからとか、あの、そういう理由を書いて処理を説明するようにしてください。ねまあ、本当に解答行数が一行しかなくて、処理しか書けないってなったらしょうがないんだけども、あの、そうじゃなければ理由、一言で読むからね、触れるような、あの、意識は持ってください。はい。あとはもう再三これも言ってる時、えー、ところですけども、あの、第5問のね、総合問題の記述に関して、 第5問の中の話が聞かれているのか、一般論が聞かれているのかっていうところに関してね、あの、記述の内容って違ってきますから、そこも注意してくださいね。第5問の内容で、えー、理論が聞かれているんであれば、A 社は B 社の株式を売却して、こういう状況になったからこうだっていう説明をしていかなければいけないんですね。第5問の内容を、えー、フィールドとして聞かれた場合ね。でも一般論はそうじゃないですよね。一般論、そうじゃないですよね。 いきなり一般論の話なのに、いきなり A 社とか B 社って出てきたらおかしいので、ちゃんと問題を見て、あ、これ第5問の中の話を言ってるのかなとかね、あ、これ第5問の中じゃなくて一般論として言ってるのかな、聞いてるのかなっていうことを、あの、きちんと問題を読んで、別にそんなにね、その問題の、なんだろ、趣旨を組み取る必要っていうのはないと思うんですよ。問題に書いてあるから絶対。A 社が B 社株式を売却したらなぜこういう処理になるんですかっていうんだったら、それは第5問の内容の話なんですよね。はい。 ただ、親会社が子会社株式を売却するときになんでこうなるんですかみたいな話であれば、これ一般の中ですよ。だから、第5問の計算問題の中での登場人物や登場会社が、理論のですね、えー、問題として、えー、出てくるかどうかですよね。単に親会社、単に子会社って書いてあった場合は、別に第5問の、えー、具体的な事例が入っているというわけではなくてね。なんとかしちゃうみたいなやつが出てきたら、まあ、基本的には第5問のね、えー、総合問題の計算問題のお中の理論が聞かれてるみたいな。 あー感じで捉えてもらえればいいのかなと思います。はい、えー。ということで、まあ、今日ね、これは最終確認のための資料を参考ベースにね、配っていると思ってください。あのー、なので、今日ね、この資料を配ったから、じゃあ、今までやってきた重要度のランクをね、えー、変えて、最後はね、このきょ、えー、配りした主要項が触れる模試のね、えー、レジュメをベースに復習をするっていうわけではなくて、まあ、基本は今までやってきたですね、 えー、講義のランク教であったりだとか、2週間前にお配りしたランプ表でね、えー、おそらく皆さんはですね強弱つけて学習されていると思いますので、まあ、最終確認の時きに、まあ、より力を入れる部分がどこなのかというような意識を持って、最後ね、参考程度に使ってください。はい。もうね、残り2週間切っておりますので、 えー、あまりね、まあ、そういう情報に振り回されるなって言いつつ、そういう情報をですね、配布してる身としては、なかなか言えないんですけれども、まあ、本当に、あの、今日のね、情報ってのはもう参考程度構わないですから、今まで自分がやってきたね、あの、学習っていうものを信じてね、最後まで、あの、突き進んでもらえればと思います。はい。えー、それではね、もう2週間来て、もう最後の最後ですね、粘って粘って、まあ、少しでもね、あの、多くの知識をね、持っても、もここまで来たら本当に詰め込んで、この試験終わった瞬間にね、あの、全部忘れても構わないですから、 あの本当に最後ね詰めて覚え込んだあ人がね、えー、勝利をつかむと、えー、思ってねやってもらえればと思います。はい。えー、それではですね最後財務会計論は以上とさせていただきます。本試験の、ね、皆さん頑張ってください。応援しております。お疲れ様でした。はい。影、えー、山先生お疲れ様でした、えー。画面共有をですね終了していただければと思います。 はい、えー、本日のイベントは以上になります、えー。租税法の方ですね、ちょっと修正した方の PDF はですね、えー、こちらの動画、えー、後日 YouTube にアップしますので、えー、そちらの方の動画の概要欄からダウンロードできるようにしますので、えー、ぜひそちらの方をご利用くださいませ。はいでえー、もうこれでですね、あと2週間後、本試験となりますので、ぜひ皆さんですね、体調管理の方をしっかりとやってですね、 あと、えー、学習項目ですね、残り何をやるのかを明確にして、えー、最終日を、えー、迎えるようにしてくださいで。理想通り学習がいかなくてもですね、えー、いちいちへこんだりせずにですね、勉強している日、それを毎日積み重ねて、えー、本試験に向かえれば OK なんで、全力で、えー、勉強して、本試験を迎える。本当、それだけ、えー 頭に置いて念頭において、えー、頑張っていただければと思いますぜひ皆さんのですね、えー、合格報告を、えー、お待ちしておりますはいでは本日は以上になりますご清聴ありがとうございました